ね、交流ある人もいますけど出てくれたのは初めてなので。本当ですか、うん、一回ね、あの、うん、オファーというか、はいはいはい、いただいてて、うん、ちょっと忙しかったんで、うん、その時、まあね、そう今やね、近田ハロさんも評価するね気鋭の作詞家なわけですよ。そんなことない、そんなことない、そんなことない、マジで、うん、そんなことないんですか。いや、あの、まあ、近田さんから褒めていただきましたが、うん、それは事実ですけど、はいはいはい、確かにです、近田さんが絶賛してるの僕が伝えた気しますよ。そうなんですよ。そうだ、そうそう、で、うん、で、なんか、うん、えみたいな文章で絶賛してましたよって言って、キョトンって一番最初そうでしたね。そうです、そうそうそう、キョトン、僕が少し送った気しますよ。そうです、うん、なんかすごくキョトンとして、その後なんかこう、いろいろ記事が、うん、インタビューとかでも褒めるようになって、ね、そしたらあの呼ばれて、うん、ご自身のアルバムに、うん、はいはい、あれよあれよとメインで作詞をすることになり、ね、なんか最初1曲だけだったんですけどね、うん、はい、カリーナ乗ってよかったでとかね河野先生だね、はい、そうですね、郷さん、どこから説明していくかっていう話なんですけどね、僕最初やった時まだ20歳ぐらいですよね、19とか19、私未成年だったと思います。そんな気もする。そうです、そうです、私まだお酒飲めないんですよねみたいな話してた気がして、はいはい、大学生で、そうです、そうです、うん、で、あのカリーナ、その何だっけ、あのコピンクス、あの、そうですね、のライブですね、最初に。もともとコピンクというアニメが、これも説明がいろいろ必要でしょうけどそうですねはい、地方局でやっていた、なんだろう、情報番組、はい、あの少女向け、少女向け、うん、いや、でも少女向けじゃない、少女向けでもない、なんか深夜でしたよ、あれ。そうなんだ、はい、はいはい、まあそういう、まあ、情報番組の、うん、あのキャラオープニング、うん、のちょっとした15秒ぐらいのものから始まって、うん、ちょっとフル作ってみようよってなって、そのメインキャラクターの声を当てていたのが当時研修ハロプロ研修生だった宮本かりんちゃん、ジュースジュース以前の、ジュースジュース以前の宮本かりんちゃん、正直当時この先どうなるか全然わからないぐらいの状態の頃のかりんちゃん研修生にヤバいやつがいるとか言われながらもデビューのきっかけがなかなかつかまえないままね、なんか やめそうだったみたいな、そうそう、危うい頃の、なんか言ってましたね、インタビューの時に ね、うん、ですよね、なんかそののイベント、まあそのかりんちゃんがジュースでデビューする日だったのかな、うん、そうですね、中野サンプラザに終わった後すぐ戻って、それが里山のイベントかなんかだったんですかね、確かね、あ、はいはいはい、でそこで発表をするっていう、はい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 、日だったんですよね、なんかその日に、その午前中、うん、午前中、昼ぐらいに、までに、なんか、あれ静岡でしたっけ、静岡でした、駿府城公園、うん、今ないんですって、ないんだ、なんか、あの、なんか建て替えか何かでなくな、うん、今ないらしくて、その場は、うん、で、まあ、その駿府城公園ってところで、うん、あの、最初で最後かもしれんみたいな、うん、そう、コピンク曲をかりんちゃんが歌うって時に、郷、うん、さんが自費であのいらっしゃって、多分人生で最初で最後なんですよ、その後もないんですよ、あの僕遠征経験って、本当ですか、趣味での遠征ってなんかその時まではなかったって、うん、なかったって言ってましたけど、うん、ないって伺ったので、そうですそうです、なんかその後結局やってんのかなって思ってたんで、多分コピンクぐらいですよ、その後ももう一回コピンクあったじゃないですか、はいコピンクで2回やっただけなんですよ僕仕事抜きの遠征ってすごいありがたい2回目はまだ招待はあったけども、そう、招待、1回目は本当にただのフリーイベントに、そうですよね、本当にフリーで趣味で行くっていう、なんか何もなく、なんか吉田豪来てるよって、あの作曲の与田さんか、面識なかったんですよね、面識なかったんですけど、僕が行くと思いますみたいな報告をしたら、そうなんですよ、紹介しますみたいな感じになって、そうですね、なんか大当てで、うん、なんかその作曲の与田さんが吉田豪じゃんずっと言ってました。作曲の与田さんっていうのもね、今別の形でちゃんと有名になって、今てかそれこそドラえもん、うん、そうなんですよね、ドラえもんの新しいオープニングのえらい攻めた映像を作ってる人として、そうなんですよ、おさ松さんとかも、ね、そうなんですよね、ファンが見つけてて、うん、ね、映像作家としてバカ売れして、バカ売れしてるんですよ、映像作家としてバカ売れしたインタビューで、実は昔曲もやってましてみたいな、音楽やってたんですけどさらっと言ってた、そうそう、さらっと流されちゃってそれがコピンク曲やけに出来がいいなと思ったら全部与田さんが作ってたんですね、そうなんですよ、うん、この前あれでしたよ、あの、うん、そのコピンクの担当の方が、うん、あの転職されるっていうので、うん、集まって、うん、そのコピンクのチームがちゃんと、はいはい、あの爽やか五郎さんと与田さんと、うん、でなんかあと滝谷さんかな、うん、とかみんなで集まってちょっとご飯行って、うん、なんか「与田さん売れてますね」って言ったら、うん、なんかポケッとしてましたね
あーみたいな感じ。そうなんだぐらいの。あーなんか忙しいみたいな感じ。いい曲書いてたんですけど ね、 ね、またね曲書いてほしいですけど、うん、忙しいみたいで普通に勝ちで、うん、そうそう、その時にいろいろ紹介していただいたりとかしながら。そうです ね、 ね、そうでしたね。だからその時って私多分18、19とか19 高校卒業してたので。そうです、大学生になったぐらいでした。はい、うん、なった直後ぐらいでしたね、うん、そうね、お侍ちゃんとかでした時ですよね。あーお侍ちゃんお侍ちゃん当時アップフロントの。そう、当時アップフロントの超か、私この前ほんとたまたま、あの代々木上原かどっかの、なんかサンマルクかどっかで、なんかあのその近くで、うん、あの道友さんとの仕事とかのレッグを、はいはい、作曲のね、そう、あのやってたんですけど、うん、その終わった後にちょっと、うん、なんかパソコンでこうパーって仕事しようと思って、うん、サンマルク入った隣にお侍ちゃん座ってて、あのプライベートモードのお侍ちゃんが、プライベートモードの眉毛言ってないでずっと、うん、もう神妙な面持ちで、うん、スマホのアプリゲームやってたんですよ嘘でしょみたいななんかクイズ番組のとか出てるじゃないですか、うん、はいはいはい、なんかそんな勉強してんのかなって思ってたらガンガンなんかツツツツみたいなことやってて。おさめちゃんは帽子とかかぶってるんですか。帽子かぶってましたね。うん、嘘でしょみたいな感じで、はいはいはい、隣だったんですよ、うん、あの時のとかはなく、なんか地味に何回かご飯行ったり、うん、なんかいじりの LINE 送ってたんですよ、うん、ほんと今日も可愛いですねみたいな、うん、可愛いですね何それ超可愛いタイムマシン3号もアップロントでしたけど、そうなんですよ。そうですね、アップロント一時期芸人さん多くてね。そうですよね、 今、うん、今上場軍団、上場軍団のみハローの司会でおなじみの上場軍団鈴木啓太さんとかすごい熱いブログ書いてますね、うん、今、はい、ね、ハローたが CD を買うことでおなじみの上場軍団仲間仲間私買ってないね、そういうので、あの児玉先生と知り合い。そうですね、うん、確かだからそれきっかけで研修生のイベント呼んでもらったりとかね。あ、そうでしたね、しました。横浜ブリッツあった時ですよね。僕が多分1回だけで、唯一研修生公演行ったのあれだけですよ。私もあれで初めて、うん、あの日にあのお披露目だった、うん、おへその国からこんにちは、はいはいはい、名曲、名曲気を狂ってる。その時に途中で、うんうん、あれ私夢見てんのかなって思ったんですよあの、あまりにありえない曲だったんで、はいはいはい、なんかへそんとこよろしく、へそんとこよろしくって、かしかもおへその国からこんにちはって何回も繰り返すじゃないですか、うん、ちょっとわけわかんなくなってきて、目がぐるぐるしてきてまあその時全然なんかハロープロでこうやって作詞させてもらうとか何も決まってない時だったんで、なんかやばい世界知っちゃったって思いそうか、そうでまだコピンク担当でちょっとアイドルの他の仕事も始めたぐらいの段階。本当に そのぐらいでした、うん、だから全然あのそういう話があったとかもなく、うん、やばいハロプロって怖いって思って、僕あの時一番怖いと思ったのが、終わった後に関係者挨拶みたいなのがあったんですけど、はいはい、そもそも関係者が 2,3 人しか来てない状態だったから関係者挨拶の圧がすごかったんですよね。あでも私緊張しすぎて覚えてないですか、はい、あの研修生がフルメンバー揃って2人ぐらいの僕らに向かって全力で自己紹介とかこんにちはみたいなとか全力で特技披露とかし始めてあれ怖かった、今でも怖いです、受け止めきれないこれって受け止めきれないです。いや今でも私研修生とかそのどこでもなんですけど、あのタレントさんとかアイドルさんが全力で挨拶してくるのすごい辛いですよね。辛いです、逃げたくなるんですよ。もういいですから、いいですから、いい大丈夫です。なんかビヨンズは慣れてきたんですけど、うん、ビヨンズすごいんですよ、普段の、うん、テンションのまんまで挨拶するんですよ。はい、なんとかです、私の特技は、はい、とか、うん、私が一番好きな電車の路線はみたいなことを、はいはいはい、好きなドラえもんはみたいな、そうですそうです私が好きなクラシックはって、うん、やるのがもうなんか絶対やるって決まってるらしくて、うん、でまあ何度か見慣れたのもあるし、うん、多分みんなも面白く楽しくやってるから、ね、特にね、あの自己紹介を面白くしようとする努力が見える、そう楽しくやろうっていうのは楽しんでるから大丈夫なんですけど、うん、まだなんか楽しめてないまま一生懸命、うんうん、無我夢中に自己紹介してる、うん、いいよ別に、ね、調べるから小学生とか頑張ってね全然こっちが調べるから君が何も知らなくていい
そう、そうそう、体が柔らかいので披露しますみたいな僕ら二人の前でやられてもいいから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 、子供の身から体は柔らかい安心しろ大丈夫だってあれ別にハロプロじゃなくてもどこでもあれしんどいですよね、うん、スタとかも全力自己紹介してきますしますなんでこんなに何度も会ってるのにエビ中が僕に全力挨拶するんですかってもう大丈夫ですよ知ってますよ全員もうそろそろ慣れてねなんかあいつにこんにちはでいいよってありますよねそれ、ね、全員が岸本だから岸本いいキャラですよ大好き。お母さんこの間の里山で挨拶されたらそもそもこの間の里山では誰も僕は関係者に挨拶をせず僕はこっそり近所だから隠れていっただけで、はい、あの安藤アナ安藤ひろきアナが、はい、あの中島さきさんと対談のコーナーがあるってあの新宿御苑だったんですよ。へえ、はいはいはい。なんかブラディ歩いてって、はい、安藤さんにだけ挨拶して安藤さんと握手しただけで帰ってって。なんでですか。ちょっとなんか見てくださいいろいろ。ハロメンには一人もがっつきもせず。なんかカレーとか買ってください。事務所の知り合いとかとも全然交流もせず。なんかお土産買ってくださいよ。すごいんですよ人混みだって。まあでもそうですね、あれ、うん、すごい人気ですよね。あそこと戦う力もないし。戦う。そもそもやっぱりメンバーにがっつくっていう。ああそうです確かに。流れにないプラス、うん、メンバー知識はそんなにないんで、なんとかちゃんなんとかちゃんの側ではないなって。あ確かそうですよね。あそうなんですよ。なんかそれそのなんかあの、うん、微妙な立ち位置ってあるじゃないですか、うん、はいはいはい。あの別に私もともとファンから入ったわけじゃないんで、そうですね。でまあその後知って単純に人としてみんな好きなんですけど、うん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 、なんか元ハロータだからみたいな風に、うん、なんか言われて。そうなんですか。ハロオタ枠になんかデカミさんとかと同じようなもんでしょみたいな。そうそう、なんか児玉さんってハロオタじゃんみたいな風に言われて、うん、いや全然詳しくないそういう意味では、うん、みんな多分あのなんだろう、あの当然仕事してるからね、それは普通の一人より詳しいし、まあ、そうなんですよ、うん、なんで全然それでちょっとなんかハロオタなんでしょうって来られると全然知らない、うん、そう僕もよくハロオタとか呼ばれたりするんですけど、毎回訂正するんですよ。あれ結構ありますよね。はい、そもそもそのモーニング娘。が異常にあの流行ってというか、僕の周りがみんな頭おかしくなってモーニング娘。で人生狂った人が山ほどいたんですけど、でその時に人生狂っていく様が面白くて、当然曲も好きだったから普通に好きではあったけども、はいはい、でその人たちと一緒に遊んでるやつけども、僕はそっち側ではないっていう距離感だったんですよ。すっごいわかります。うん、はい、うわどんどん狂ってったら面白いと思ってわかります。で話が合わせられないぐらいの知識は、そう、知識はある、そう、もちろんあるんで、そこまであの一緒に現場行って何かやろうとか一緒に酒飲んでいつまで朝まで語ろうとかは全然ないないです。だからそのクラブイベントとかは行ってたし、ね、とか普通になんか、うん、大きくなったねみたいな感じかりんちゃんもう成人してるんだってすげえみたいな。感慨深いですよね。感慨深いですよ。そういうのも、いやそう、前そのピンクの、うん、なんか送別会みたいな時に、うん、まあ、全員飲めるから、うん、なんかちょっとこじゃれた、うん、そうお店の人がピンなんかロゼワインみたいな入れてくださって、うん、かりんちゃん酒飲んでいいのって今日ぐらいなみたいな普段飲まないらしいんですけど本当にどうしてもね、小学生とか中学生から知ってる子たちが普通に大人になって、ね、酒飲んだり恋愛したり結婚したりするのを見てると感慨深くなりますよ。そりゃなんかそれなんか今まで言われる側だったので、うん、はいはいはい、もういくつになったのみたいな言われてたんで、うん、これかって自分もそっちの側にっていうなりました、うん、もうなんかえあかりんちゃんお酒飲んなんか、しかもかりんちゃんって見た目が、うん、まあね、まだあんま変わんないですからね、あんま変わんないなんかちゃんと大人なんだけど、うん、ずっとなんか17歳ぐらいの見た目してるじゃないですか、うん、永遠に、うん、なんかちょっとたまになんかえいいのうん、まあ、ちょっとキョロってしちゃう、うん、えなんか今すごい犯罪行為に立ち会っちゃってこれ炎上するやつじゃないの、炎上するやつじゃない大丈夫って写真撮るとき写真お酒写ったらまずいやつじゃないって、あのすっごい気にしちゃって無駄に、うん、別に全然何も悪くないし、はいはいはい、なんかイメージダウンするような酒でもなかったし、うん、みたいな、オブロフとか飲んでるわけじゃないし、そう全然そうじゃない、うん、全然おしゃれだしむしろ、うんなんかそう、すっごいその時に一人で勝手にドキドキして違うんだ、うん、違うんだって言って、なんかあれでしたね、考え深かったですね。でもいくらでも考え深いことありますよ、本当にいくらでもなりますね、本当にやっぱりね、一緒にラジオ、やっぱ仕事したアイドルが次々結婚するのは来ますよあの時高校生だった子が
3、4年会わないだけでもう結婚とかして出産とかしてんだっていう、ね、何これこの自分だけ取り残されてってる感っていう。でもそれまだ多分、うん、あの年下の人がってのはまだないあんまないんですけど、うん、あの同級生とかがなってくる、はいはい、あまずその段階ですね。その年齢なら今そうなんで25、6なんで、うん、なってすげえ一人でエモになってました。だんだんあの友達と会いにくくなっていくやつですよ25歳だんだん友達の集まりがね、友達が子連れになってきたりとかで、え、そうなんですよ、うん、だんだん会う話の接点もなくなってきて、まじそうなんですよあれっていう。そうなんです。なんか今まで、うん、そう彼氏がいない時とかって、うん、なんか いない自虐というか、うん、いないんだよねみたいな感じだったのが、最近ガチで心配され始めてなんか紹介しよっかみたいな感じでガチのトーンで言われ始めて、はいはい、あ、いいんすかみたいな感じのまいんちゃんも21歳そうかっていうね。はいはい、まいんちゃんも21歳そうですよ、うん、ちなみに僕がその周りがハローで狂ってる頃、はい、一番感慨深かったのが、うちの事務所宛に当時ハローのサンプルが届いてたんですよ、はい、発売前に。でそれを聞きたくていろんなあのハロータのヤバい人たちが集まってくるわけですよ。当時のトップハロータみたいな人があの本当に何だろうな、それまでは僕の仕事の担当編集ですごい偉い人だったんですよ、はい、でモーニング娘。で狂って仕事しなくなって本も出さなくなって、僕が原稿入れてるので単語も出ないとかになって、えおかしくなっちゃって、それよりも DJ の練習しないとみたいな完全に狂っていて、狂ってますね。で何だろう、本当にハードルが下がっていくんですよ、はいはい、そのサンプル版のためだったら土下座ぐらい平気でする人になっていくんですよ。あ、尊厳のハードルが、尊厳がなくなるんですよ。基本的人権がそうなくなるんですよ40過ぎた立派な大人が、あの妻子もいる人が普通に人の家の会社の入り口で土下座とかしてるんですよ。あのしろって言ってるわけじゃないですよ、こっちが向こうが自発的に何でもできる人だ、そう後ろ刃物がない指示をくださいっつって後ろ刃物がなくなってるって一週間早く手に入れるためならぐらいのウケる、何これと思ってウケる、何だろう、モーニング娘。面白いと思ってた頃で、だからそういうので、すげえみんなが狂っているってあれも私、うん、今のハロープロのファンの方って、うん、昔からの方と、うん、あと、ね、若い女性多いじゃないですか、ね、で、うん、私そのまあ女優さん有名なね、うん、女優さん方もそうですし、はいはい、私のその今までの学校の同級生とかが突然、うん、なんか突然ハロータになってたんですよ、うん、で、すごく恐る恐るな連絡が来て、うん、児玉アメコってお前みたいなそうか、その確認なんだ確認が来て、ああ本名と違う人あ、え、そうだっけみたいな、うん、あ、え、違う人じゃ、あの顔が似てる人じゃないよねみたいな、うん、言われて、うん、はい、私でございますみたいなで、なんか会うと、うん、すごい、私の行ってた学校って、うん、なんか社会のカーストがあるとしたら、うん、上の方の中でのさらにこう、うん、上の中で、うん、激しいスクールカースト戦争があった学校なんですね。結構、まあね、検索すると出ますけどね、はい、あ、出ますね、大学内でのインタビューみたいなあの大学は違うんですけど、うん、高校までが、はいはいはい、私幼稚園から高校まで行ったんで、まあ、そこがすごい、うん、あの大学はそうでもないんですけど、うん、あのその高校までの学校が本当に、うん、なんかいわゆる社会の勝ち組上級国民の子供たちみたいな、本当にそうなんですよ血筋のいい子供たち、血筋のいい子供たちが、うん、血筋がいいけどそんなにお勉強ができなかったみたいな人たちがいっぱいいるんで、うんうん、あのそういう人って大体本当に見た目綺麗で可愛くて、うん、イケメン美女いっぱいいたんですね。そうか、お金持ちがね、多分ビジュアルのいい方と結婚して、そう本当にみんなビジュアルが良くて、うん、イケてるやつらばっかりで、私本当にその学校で、アメコさんもお嬢様って言われてますよ。いや、私そうでもないですよ、うん、てか多分そこに慣れちゃったから、うん、あの自分がもっともっと持っていた幸せが全然あの霞んで見えちゃうんですよ。そうか、多分ね、普通こう言ってたらなんとなくちょっと私はなんかもうちょっとハイクラスなのかもとか覚えたのかもしれない。自信持ってたと思うんですよ、うん、でも本当にもっとトップオブトップが詰まっちゃってる、トップオブトップしかいなかったんですよ私の学校で、なんかそれであのなんかもう私その学校では、うん、あのなんか下とかじゃなくて、うん、単純にあのよくカーストっていうか言うにはカースト制度にはアウトサイダーっているんですよ、うん、
ピラミッドの外の人、外の人が、私外の人だったんですね、うんうん、なんか誰とでも仲いいけれど誰も友達じゃないみたいななんか孤立したやつだったんですよ、うん、でもそれなりにコンプレックスはあって、うん、みんなすごいなみたいな、でなんかそんなイケてなかった、うん、シケメンだったんですよ、うん、だからすっごい恵まれたようなやつらが急に、うん、なんかもうかりんちゃんが本当に可愛くないって言い始めてあ、そっちの人があれみたいな、あるんだ、意外だなと思ったんですよ。なんかその子たち知ってるなんか好きな曲、うん、Spotify なんかトップ10みたいな感じだったはずが、うん、なんかあの歌詞のここがとか言い始めて、だ、うん、から私信じられなくてずっと、うん、いやなんか世の中ってすごいんだなってハロプロってすごいなって思ったんですよ。カースト界だった人が急にピラミッドの上の方にそういうわけじゃないですけど、入るような、カーストじゃ、カーストじゃない、なんか、うん、ハロプロってなんかあの突然ハマるんだなって、うん、なんか大体よくなんかこうアイドルハマる人ってみたいな風にこう、うん、言われがちじゃないですか。今までで言うとまあね、心の隙間にはまりやすい、そうじゃないですか、弱ってる時にアイドルが入り込んでくる問題っていうね、なおっしゃったじゃないですか、うん、なんか花粉症みたいな、はい、アイドルって花粉症みたいな、うん、なんかそうのと、でもなんかこう大体あのそういうのってハマらない人いるんだろうなって思ってたら、うん、やっぱ花粉症と同じで、うん、ならないと思ってたらハマる人もいるんだなって、うん、ちょっとびっくりして、うん、で だいたいまあ女性、若い女性人気だからってのもあるんですけど、私会う人会う人合わせたわけじゃなくて、うん、いや私本当は女ハロータでって言われて、うん、みたいな感じで、そうハロータの女子率は本当上がりましたね。なんか今こう、うん、ね、あのライブ行くと、うん、数直線で属性を分けたら、うん、男女若いあの、うん、何年いってるって、うん、だったらこう対象 何対象って言いましたっけあの絶対交わり合わないところの人たちが一同に集って、はいはいはい、うん、高齢男子と高齢若年女子と高齢男子ってすごいフレーズなんか、うん、が一同に集って、うん、なんか一緒にはしゃぐっていうのが、うん、なんかすごい私好きなんですよ、はいはい、本当好きです、あの空間。なんかね、ああいう特殊な感じいいですよね。ちょうどこの前の里山もそうだったんですけど、いいですよね、はい、里山がハローの子と、あとなんかジャニーズの若い子だったんですよね、はいはいはい、でジャニオタの若い女の子とハローの、あの高齢男子が最善を奪い合って、それがお互い譲り合ったりする感じとかそうこういう交流ってなんかほっこりするなって、ね、ほっこりしますよねなんかどこにも下心がなくて、そうそうそう、すごい幸せな空間だと思ってお互いね、なんかなんとなく趣味が通じ合う者同士の協力関係が、そうですよね、うん、え、なんか見えますかみたいな大丈夫ですかみたいな、はい、ありがとうございますみたいな、うん、あれすごい優しい空間できてて、うん、結構私それでなんか呼ばれてもなくても、うん、あの行きたいんですけどって言って見に行ってます、うん、ライブ。そう、あのだからハローの現場で僕がいいなと思ったのでやっぱ そういうとこだったんですよね。もともとその当時の頃からそうだったんですけど、あのものすごい金持ちと無職が同じ土俵じゃないですか、はいはいはい、そこにヒエラルキーがないんですよね結局ですね、みんな時間があって、あのガンガン現場に来るのってどっちかなんですよ。金に余裕がある人か時間に余裕がある人、どっちかなんで、どっちかに余裕ないとですよね。で自然とどっちも仲良くなんですよね社会的な立場が全く違う者同士がすごい仲良しになって一緒に打ち上げとか行ってる光景っていうのがなんかすごいなこれっていうね、うん、そうですよね、うん、結構多いなそれは本当にハロプロには若い男以外は何でもあるピンチ系がいない。そうですね、でも少ないですね、うん、いないことはないんですよ、うん、たまにいるんですけど若干ねって感じでしたね。サムライとミニヤキ社長、そうですね、あミニヤキ社長絶対いますね、うん、このピエラルキーの違う者同士が同担拒否ないですね。ないですね。なんか逆に、うん、なんかこう共有し合えて嬉しいみたいな、うん、なんですかね、女子の文化との違いなんですかね、それね、同担拒否っていう。え、でも私そういう3次元なものにガチでこうハマったことがなくて、うん、もっと2次元側の人だったんですか。もちろんもちろん、はい、アピールしながら遊戯をもちろん、ね、はいはい、なんであの全然同担拒否とかないですよ。二次元とかだとあるかもしれないですけど、うん、私はそういう人に出会ったことがなかったんで、うん、
いやそもそも私オタク少ない学校行ってたんですよ。そうか、そこも少数派だった。隠してたんですよね、うん、ちょっと漫画好きぐらいだったんですよね、うん、行ってるので最近ちょっともういいかなと思って、うん、なんかそう久しぶりになんか再会した人とか、うん、もうごめん私ちょっとこれからあの遊戯王のアプリのイベントあるからちょっとごめんっつってやってて、うん、じゃあええー、みたいな、うん、でもないですね。なんか同じものもそうですね。でもそう同担拒否とかの三次元で女性の文化っていうのはないけれど、うん、女性が多いってなんか結構いいとこ取りな文化じゃないですか、うんうん、いわゆるオタク文化の中で、ね、はい、そう、そもそもあれですよ、基本的な知識がない人がなんか、え、アイドルじゃないんですか、え、児玉先生みたいな感じの、あの多分釈迦ってことがちゃんと伝わってないぐらいの人がこの番組に来るね、まあね、ああね、作詞家のビジュアルではないですから、ね、いや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 、うん、いや、どう、作詞家のビジュアルってどういうことなんだろう、メガネかけてこうですかでもないでしょうけどこうですかまあこの若さでこの外見で作詞家として出てきたっていうのは、まあ、特殊なケースであったと思うんですけどね。まあ作詞家っていう、うん、なんか職業の人口がそもそも少ないですからね、うん、兼業が多いですしね最近は、うん、なんかそうですね、作詞家です、私は、うん、アイドルじゃないです、私は。僕も頼まれたことありますけど逃げましたよ。え、アイドルになってください、作詞、いやいや作詞そっちじゃなくて作詞やれないですかみたいなこと言われて、なんで逃げちゃったんですか。絶対向いてないですもん、絶対にできない。いや、そんなことないと思います。そんなことないです。いや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 絶対無理ですよ。なんでですか。え、物書いてるじゃないですか。物書くもだから、なんだろう、小説とか書く人でもないから多分違うんですよ。もっとあのエッセイとかコラムとインタビュー原稿なんで。ああ、うん、でも絶対その方が構成とかが上手ってことだと思いますよ、うん、なる人が多いから。そもそもなレトリックとか凝らないタイプでもあるんで、ああの絶対向かないんですよ。でも最近のなんか J-POP そもそもあんまレトリックないから南波さんも作詞する。そうなんですよね、南波和美さんもね。そうですよね、作詞家&PV 監督ですかね。そうですよ、うん、PV 監督って何するんですかね。でもまあ映画好きであるからちゃんとできてますよね。なんかずっと私不思議なんですけど、うん、監督って言われる人って、うん、あの作詞って言うと分かりやすいじゃないですか、手を動かして、うん、はいはい、作曲も手を動かして、うん、で監督って何するんだろうっていつも不思議なんです、まあ、脚本とかなら分かるじゃないですか、ね、脚本なら分かるじゃないですか、うん、この書いてて、はいはいはい、なんかこここうやってって。でもその、うん、なんかこう技術的なことってのはまた別の人とかあるじゃないですか、うんうん、単純にこれなんかこう嫌味とかじゃなくて、分かります、どのぐらい、多分人によるわけですもんね、どのぐらい関わってんのかって、うん、すごい。プロデュースとかもそうじゃないですか、やっぱりふわっとしてるから、うん、関わるレベルがわからないっていう。そうです、そうです、そうです、うん、で監督もだってそれこそね、助監がほぼ全部固めてから、そう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 、用意スタートでもできちゃうだろうし、ね、うん、こだわってとことんまでこやるのも可能だし。そうですよね、だから結構そういう、うん、単純に。でもそれ聞くとちょ嫌味臭いから全然人に聞いたことなかったんですよ。どこまでやってんすか実際。どこまでやってんすかって言ってすっごいバカにしてる。本当やってんすか。本当やってんすか。生さんは単純に多分ね、あの予算がなくて、作詞も監督もできることは自分でやらないとっていう。うん、全然私書きたかったですよ、そうだったの。っていうことでしょうけどね。いい人生監督。金集めもプロデューサーじゃなくてってことなんですかね。あ、そう、レックに聞こう。そうですね、本当に。あ、金集め、あ、でも金集め確かに監督プロデューサーな気しますよ。それでもなんだろうな。あ、そっか、そうか、プロデューサーですね。私もプロデューサーってお金集めのイメージです、うん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 、スポンサーとか。そういえばあれですよね、多分僕が確か南波さんつないだらそこからハローにつながってみたいな感じだったんですよね。そうなんですよ、うん、なんか南波さん繋いでいただいて、うん、へーって、なんか私そんなにポッポカッとしてたの、よく分かってなくて、よく分かってなくて、なんかへー、確か帰り道にあれですよね、研修生の帰り道だ。あ、そうです、うん、で、へーって、元口郎ですってことも、へーって感じで、へーみたいな、口郎郎ワンツースリーってやつでしょみたいな感じの、へーみたいな、でしたよね、なんか、うん、あのなんかそのハングリーさがゼロの時って、うん、
ていうか仕事させてくださいって感じじゃない。全然だってなんか大学1年とかで、うん、なんか就活しよっかなみたいな、うん、するかも分かんないみたいな、うん、就活そもそもこれから就活って何なのかこれから知るみたいな時だったから、うん、何もがっついてなくて、うん、なんかはいみたいな、うん、でなんかあとラジオディレクターの方が、うん、あのあれなんだっけタワレコでやってたあの36号ですかね。あそうですそうです、うん、それあるらしいよ行くってなんか言われて、うん、元々知り合いになった人が、うん、行ったらなんかそうあ難波さんとかミニアキシド出てるんだ、うん、はいって言ったら、うん、あのご存知あのハローオタの方ご存知の、うん、あの橋本さん、はいはい、橋本慎さん僕があのかつて一緒に審査員をやっていたあギャオのアイドルオーディション番組に僕のさアイドルオーディションの原点そこなんですよ。はい、あのスピードワゴンさん司会の、はい、あのねぎっことかが出てた番組で審査員として橋本さんと僕控え室が一緒だったんですよ。そうなんですか。 それで仲良くなって橋本さんといろいろ話して、うん、そうなんか橋本さん見るからに、うん、あの業界人みたいな、はいはいはい、業界人じゃないですか。ちょっとチャラそうな。でなんかいつもこうやってるいつもなんか、うんこうニコニコってしてて、うん、あの本当にすごくいい方なんだけど、うん、そのあの溢れてるバブル臭がいい男なんですけどね。すごいいい人なんですよ、うん、で誤解しかされないっていう、うん、なんかそうで、うん、なんかその時にそのかりんちゃんの作詞とかやってて、うん、みたいな作詞家やろう一緒にみたいな軽く軽さチャラさマジ、うん、すげえなって思うんですけどそれが本当に実現してそうなんです。だからハローの作詞家みたいなイメージがでその時まだ全然つんくさんがそう、うん、あのプロデューサーされていて、うん、あのビタスイとか、はいはいはい、その時結成したの、ね、そうばっかりのラベンダーとかのお話最初いただいてて、うん、全部落ちまして、うんおはい、でやべえって思ってたら、うんでも私多分これで見放されるわって思ってたら、うん、ちょうどアンジュの、うん、あの、まあ、アンジュって言われてなかったんですけど、うんまあ、そのつんくさんがプロデュース外れるっていうのがもう公表された時かな、うん、であの、まあ、ちょっとあの外れるので、うん、ちょっとコンペあるんだけどやんないみたいなふうに言われてそれがたまたまそれでそこからですねアップフロントとそのさんとあのコピンクじゃなくてちゃんとこう仕事する、うん、それまでコンペとかやってたんですか。そのあのハロプロ以外の曲のコンペとか、うん、その他の事務所夢はどうだなんだとかのあの辺の頃っていうのはあでもコンペそのものはでもそんなに多くないんです作詞ってそもそも、うん、なんで作曲家さんが出すやつとかにちょっと書いてって言われて、うん、はいはいって言われて全部落ちてました。それ私コンペ通ったことないんあのそのアンジュぐらいしかないのかなってそれまでは、うん、でハローも今コンペ やってるっちゃやってるんですけど、うんまあ、半コンペみたいな感じなんで、うん、こう大こうなんだろうすごく大募集かけてっていうわけじゃないので、うん、48みたいなああいうやり方とは違うってことなんですね。そうですね、うんで私絶対48とか坂道とかって絶対に作詞のコンペあるわけないじゃないですか、うん、もちろん作詞だけはもうね絶対にあるわけないじゃないですか。作曲のコンペぐらいでもありますけど、ね、だからもうそもそもがないし、うん、コンペそのものが、はい、でもなんかさなんかこう先にもう売れてる方々がすでにいっぱいいるから、うん、別になんかこんな馬の骨みたいな感じだったから、うんなんか使ってもらってありがたいですよ、うん、こんな馬の骨本当に、うん、全くギラギラもしないでそうなんですよほえっとしながら、はい、なんか仕事くださいみたいな感じで、うん、こうがっついて面白いとかじゃなくて、うん、コンペあるけど書くはいみたいな、はい、なんかその日レポート提出なんですけどみたいな感じのゆとり全開あくまでもベースは大学生っていうゆとり全開だったんで変わったパターンですよね。そうですね、運が良かったんですよ本当に、うん、普通だったら結構、うん、そういうところは気に入らないっていう人も いたと思いますよ私、うん、プロなのかっていうねそうなんかやる気あんのみたいな方絶対いたと思うんですよ、うん、言われなかっただけで、うん、アイストにも一時かかってなかったかかってましたねかかってましたね、うん、全然なくなっちゃったけどもう
結構あれがっつりかかってましたよね。え、なんかでもあれ結局企画なんか出たんですけど、うん、クリエイターの企画、うん、何もなかったんで、よくあるやつ話は立ち上がったけども、よくあります、そういう動きはしないみたいな、よくあるよくあるよくあるこの世界この世界よくあるなんか解禁して実際にやるまで本当かどうか信じないって、うん、で知ってます。私は記者発表されようがどうしようがポシャることあるからでそれは誰も悪くない、うん、本当に。なるほどね。あれはタイミングの話なんだと思ってて、うん、私でもそうだ、アイドル横ちゃんも多分あれですよ、僕なんか見に行ったんですけど、アイドル先生に誘われて行ったのが最初ですよ。そうなんですよ、なんか行き、なんか呼ばれて誘われたから、うん、私一人で行くの怖いから、うん、なんか私でし、なんかね、そのアイドルとか詳しい人ってゴーさんだと思って、うん、だからゴーさんのポ、なんか何、どんなすごい人かとか知らないまま、アイドル詳しい人ゴーさんかなって思って知り合いで一人いたわいたわ、ね、教えてもらおうみたいなね、興味あったけど行ったことなかったんで、行きますって言って、行って、で私それからだるいから行かなくなった、うん、なんか、まあ、あそこね、休む場所ないですからね。休む場所なくて、ティフとかもまだね、休憩場所があるんですけど、ティフもしんどいんですよ、私。暑くないですか？暑いですよ。私暑いのダメで。わかります、気持ちはすごいわかります。そうなんですよ。で、なんかでしかもアイドルオタク出身じゃないから、うん、興味がすごいあって、うん、我慢できるとかとはまた違うから、はいはい、うん、なんか竹中先生とかと、うん、行って、うん、ティフ、うん、なんか私結構途中で暑いみたいな感じで暑い帰りたいってでも分かりますよ、僕も野外の暑いとこで見るの無理ですもん。そう、無理です、うん、無理です。1曲2曲で帰りますもん、僕も。あ、もう体力もない、あとは日陰でじっとしてるからそう、じっとしてたいですよね別に、うん、なんかそんなにこう深くかかってるわけじゃないから、うん、なんか裏行って涼むのも、うん、なんか偉そうで嫌じゃない、なんか嫌だなって私は思って。僕も深く かかってないのにそれやってますからねでなんか別にそう、しかもそこまで、うん、言えるほどなんか、うん、裏入れてくださいよって言えるほどの、うん、なんかそういうコネなんかないし私、うん、なんかそれで単純にしんどいから帰りますって帰って僕はだって今でこそちゃんと TIFF 公式で入ってますけど、はい、毎回別のパス、ネギっ子のパスだったりハイパーヨーのパスだったり、はい、毎回仲のいいアイドルにちょろっと頼んでなんとなくそこのメンバーみたいな関係者みたいな顔をして中に入って、そう中 の椅子と机を占拠して仕事をしてるっていう涼しいところで占拠してっていいのっていうルールでしたからね。そう、バイビーの楽屋で休んでた、それもありましたそうファンや関係者誰かわけじゃない、こう熱意で来てるからね、うん、ね、突破できる人たちがいるけど そこをそう無理ですよね。まず歩くのも無理だから早々に自転車になって、なんかだって一番暑い時期じゃないですか、そうって。で影あんまないじゃないですか、うん、テリッとしてるじゃないですか、うん、で黒煙の返しも強くて、うん、なんかこう途中で、うん、私よくこの表現好きだな、なんか、うん、途中で本当夢の中なんじゃないかなってぐらい暑くなって、もう朦朧としてきてる日傘さしてもこんなに照り返しがするみたいな、うん、だいぶマシにはなったんですけどね。あ、そうなんですか、うん、へえ、なんかちょっとなんか、ね、遊戯王だったら行くんだけど、ね、遊戯王はもっと涼しいんですか、まだ。いや、もう遊戯王はね、私最近カードの大会、うん、ちゃんとアナログのカード、うんの大会とかは怖くてちっちゃい時行けなくて、うん、でその後離れちゃったんですよ、うん、でアプリがリリースされて、うん、そこから出戻ったんですね、うん、でそれではアプリだから別にどこでもできますし、うん、でも大会見に行きたいなと思ってるんですけど、うん、なんかね、地表もでも本当に僕もよくネタしてますけど2年目とか の熱中症の過ごしたとか思うと本当に完成はしてきてるんですよね。あ、そうなんですね。アイドル何人食べたか分かんない時代があったけど、でも破れって倒れますよ、うん、普通に。前だから屋上に2ステージとかあったんですよ。あと屋上が物販だったりとかして、そうなんか私結構、うん、やばくないってずっと思ってたんですよ、うん、そうやばかった、やばいですよね、うん、ちゃんとこう、しかもなんかこうよくある物販のエリアってなんかこうちょっと上にこうあるじゃないですか、うん、まあ屋根みたいな、はいはい、あれさえないところ、うん、ステージとか、うん、なんか本当にお立ち台だけのステージみたいなのがあると、はいはいはい、暑くない、うん、アイドル日焼けしちゃう、うん、みたいな
当に思いますよね。立ってるだけで暑いのにここで歌って踊ったら死にますよね。えそう、うん、なんかすっごいなんか、まあ、それがエモいみたいなのもあると思うんですけど、うん、私それをエモと受け取れなくて単純にかわいそうって思ってて、うん、なんかかわいそうだからなんかもうちょっとないのかなってずっと思ってて、うん、そう思いますよね。そう照り返しで屋上でドリンクルーム、そうなんですよね、いろいろなそういうような調整が繰り返され、うん、よくネタにしてますけど、それこそ2年目の時ですよね、 その屋上で次々とアイドルの子が熱中症でぶっ倒れ、僕が屋上にライブ見に行ったんですよ、中のエレベーターで。そして上がった瞬間にもそこに5人ぐらいも倒れてるんですよ、女の子が。ひぃと思って、もう誰だかも分かんないんですよ、はい、誰だかも分かんないけど、でやっぱ便利だったのが、山ほどみんないろんなアイドルがうちわ渡してくるんじゃないですか、はい、うちわ山ほどあるんですよ、ずっとうちわ2個ぐらいで、まあ、ぬるい風がこう仰いでたら、みなき社長とか鳥が社長待って出せさーいって言って、社長にもうちわ持たせてずっとうちわで仰いで、車椅子も足りないんですよね、連れていくにも。で次々と車椅子1個来ては1人乗せて、その間ずっとこうやって仰いでみたいな感じで、でもそれが後の、 あの拳ファクトリーの人になったりとか、はいはい、何繋がっていくって、そう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 、広瀬さん、うん、そっかそっか、トレーニー、あの時でも40人ぐらい倒れてたんじゃないかな、え、そんなに、うん、いやでもそれが環境が改善されていくのならね、うん、いいですよね、ちゃんと、うん、あやぱん、そう、そんな状況でオリンピックするんだよな、恐ろしい、え、そう、恐ろしい、恐ろしいですよ、いや本当にそうなんだ、私結構オリンピック、うん、なんかみんな、うん、これすごい超雑談なんですけど、はい、大丈夫ですよ、いくらでも付き合いますよ、全然アイドル関係ないです、全然全然、なんか、うん、周りがこうオリンピックのあのチケット、はいはい、なんかあったじゃないですか、とりあえずオーバーしようみたいなね、そうでなんか取れたとか言ってたり、うん、なんかえ応募して何口応募したって、うん、もうあの応募した前提で聞かれて、うん、何口応募したって言われて、うん、してなかった、うん、なんなら私、うん、あのそのチケットがなんかこう発売されてるってことを知らなかったんですね、うん、で、え、何それって言ったら、なんか、あ、出た出た、なんかオリンピックいらない系の人でしょみたいな、あ、はい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 、そう、チケンね、はい、いるいるいる、ひねくれ側の人ね、ひねくれ側の人ねって確かに、あんまりいい気はしないけれど、うん、あの会場がなくなっちゃうから、うん、オリンピック問題で、ねあの宿もなくなるとかね、宿もなくなるし、普通に生活する上で不便っていう、そう、あの人も増えるし、うん、あのライブも全然大箱打てないし、うん、ってのはそれもあるけど、そこまで過激に反対はしてなかったから、昼も来年できるのかっていう問題がありますからね、そう、なんか、え、あ、なんかくくられたでしかもその、うん、もうみんな当たり前のように、え、私あれ当たったんだよね、うん、みたいな、すごい、あの疎外感を、なんかその、うん、学生、その何、高校生の時までのあの疎外感を結構久しぶりに感じて、ピラミッド街の人間、ピラミッド街の人間向こう側の人間が、あ、これ、お、なんかデジャブってなって、なんかでも分かります分かります、すごい分かる、あれ聞いた、なんかみんなで聞いたとか言って、え、私知らないみたいな、あの空気ちょっと一人で、あの、なんか、え、なんかこう、辛くはないんだけど、クッとなってて、一人で、僕もだからオリンピックと全然興味ないんですけど、興味ないからといって迷惑だ潰せとかじゃないんですよ、全然なんともなんか、あ、本当に単純に興味がないの一言で、本当に単純に興味ないそれだけなんですよ、それを積極的に何か反対したわけでもないしそうあの賛成してる人は別に腐したいわけでもなく、そうあの単純に文化が別なだけなんですよ、そう、それをなんかワンセットにして、なんかお前もこれ興味ないのおかしいよみたいに言われるのが面倒なだけで、そう、興味ないのおかしいよか反対しないのおかしいの、うん、どっちかあるじゃないですか、はいはいはい、あれね、あれすごいなんか、ね、うん、やっぱ、ね、向こう側の人間ピラミッドの中に入れてない みんなを客観的に見すぎてたった一人っていうやつそうなんですね、普通にこっちが生活する上で邪魔、迷惑かかんなければそれでいいだけなんですけど、そうなんですよ、別にやっていいっていいんです、うん、熱狂してるからどうやらなんか迷惑かかりそうだぞっていうだけが引っかかってるっていう、そうなんですよ、うん、なんかね、え、いろんな料金も上がるのあの時期みたいなね、らしいですね、そこは、え、やだみたいな何それ、え、なんだ、やだみたいな感じ、賛成の人だけが上がってくれればいいんじゃないですか、それ、そう僕ら関係なくないですかっていうそう、うん、なんかそれこそ、そうアイドル系とかだと、その2020年問題でしたっけ、あの会場の話、うん、そうなんですよね、とかも、まあ、あれは老朽化もあるから分かるっちゃ、桜坂中原問題だなんですかね、そうだ、分かるっちゃ分かるんだけど、うん、
なんか単純にあやこの時期みたいな感じじゃないですか、うん、はいはいはい、なんかどうせなら30のメンバーとかも卒業は武道館以上で、うんうん、やりたいですよね、やりたいけれど、うん、なんかあの時期どうなるんですかね実際ね、うん、なんかあれでしたよ私前、うん、パイパイでかみさんが、うん、なんか誘ってくださって、うん、あのオールナイトニッポンの、うん、あの岡村歌謡祭に初めて、はい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 、それまで私あれは球場でしたよね、どこだっけあれ、横浜アリーナでした、うん、で私その、うん、あの岡村さんのオールナイトニッポン聞いてなかったのに、うん、なんか出演者のラインナップだけ教えられて、うん、岡村さんあもちろん文脈ないと全然わかんないですよね、文脈ないと結構気の狂ったイベントだったんですよ、なんか何もないと、うん、岡村さんロバートの秋山さん、はい、東京スカパラダイスオーケストラ、うん、あれ五木ひろしですね、うん、知念里奈、明治で、そしあのサプライズで、その後、うん、あのインパルスの堤下さんと、うん、坂東英二、うん、とあと熊田曜子さんと、はいはい、キングヌーの、うん、あの井口悟さん、うん、まあ、オールナイト日本の人だ、あそうそうそう、うん、が出てきてわーいって感じだったんですけど、それしか言われてないと、うん、何その頭のおかしいイベントって言われたんですか、知念里奈も絶対番組の文脈が分かんないとね、そう分かんないとなんでなんでって感じじゃないですか、はいはい、で、うん、なんかそうデカミさんってそれまで、でよく出てたけど、はいはい、そのなぜかそれも言うんですけど、うん、なぜか今年は影慣れだけだったんですよ、うん、でしかも影慣れその収録ものだったらしくて、ただ見に行っただけらしくって普通に好きだから、そうで、うん、で呼んでもらって、なんで私呼んでもらってくれたのかもすごいありがたいんですけど、あのロバートの秋山さんとか好きだし、うん、東京スカパラダイスオーケストラ好きだし、うん、いいんですけど、なんで私突然呼んでくれたんだろうっていう不思議な日があったんです ね、 ね、 そういうね、いろんな知識が明らかに欠けているアメコ先生をすごい嬉しかったですよ、すっごい楽しかったし、うん、デカミさんと仲良くなりたかったから超嬉しかったんですけど、なんで呼んでくれたんだろうって思って、うん、そう話戻すと、はい、なんかそれが次の岡村歌謡祭が令和3年1月とかだったんですね、うん、だから令和2年来年はないできないって、うん、オリンピック関連でできて、はいはいはい、で多分その岡村さん、その岡村歌謡祭って結構なかなか大きな規模でやるから、うん、まあ、アリーナクラスの箱がもう全然抑えられないみたいな、恐ろしいな、そうなんですよ、だからアイドルでもちょっと売れて、うん、来てるところでも、うん、武道館がまず改修中じゃないですか、うん、でそれ以上の箱も、うん、これからオリンピックで、うん、もうだって岡村さんが、うん、内内の岡村さんが抑えられないんだから、うん、もう無理じゃないですか、だからあれだなってちょっと歯がゆいなって見ていて、ね、うん、全然想像もつかないですけど、来年1年でなんだろうな、アイドルというジャンルがビジネスがドーンと落ちる可能性ありますよね、そうですよ私結構それ危惧してますよ、うん、普通に結構致命的なダメージを食らう可能性が、興行収入が得られなくなるんですよね、単純に、そう単純にそうなんですよ、うん、だから結構やばいですよね、なんか、うん、大阪でやればいいんじゃいいんじゃ、確かにそうじゃんでもその後あれじゃないですか、うん、大阪万博あるじゃん、うん、でも大阪の大箱って大阪城ホール以外私知らないんですけどぐらいかな、何かあったっけ、大阪以外ないのか、うん、あでも名古屋ってなんか外資ホールあったの、確かに今ないんですよ、外資中で外資ホール開始、それもめんどくさ、めんどくさめんどくさ、へえ、神宮は私知らないですね、ちょっと幕張、うん、で幕張とかそういうレベルですよね、でも本当に、うん、国際見本市もやばいという話は聞いた、恐ろしい、恐ろしい、ぼーっと開催してんじゃねえよなんでチコちゃんが言うのほんとね、文化的なダメージは相当だと思うの、いや結構やばいですよね、うん、いや本当になんかこう私が知っているそのハロプロのグループ レベルでも、うん、えっと思ったし、その岡村さんのでも、うん、えってちょっとゾッとしてたし、うん、これ来年できねえのみたいな、うん、感じだったし、ね、サンプラザ回収の時点でね、そうですね、みんな不安になってましたからね、うん、ハローの人、しかもなんかちょっと規模大きくなりすぎるんでしたっけ、うん、なんかアリーナレベルになっちゃうんでしたっけ、中ぐらいの箱って大事ですよ世の中の偉い人5000から1万ぐらいのそう5000から1万ぐらいの、うん、1万以上じゃなくてっていう、ちょうどいいですよね、10万の会場とか作られても困るんですよね、ね、他の使い道がそんなにないから、えそうそう、あんまないですよねあんまないですよ、どうすんだろうと思いますよそう、うん、
そんな時こそ地方イベントを増やすべき。新店にすでにライブやってるから被らんよ。ミナーラありだな。ありかな。ミナーラ、ミナーラって何ですか。ミナーラはどこだっけ。奈良県の、はい、アイドルフェスをやったとこですよ。吉田豪司会の。はいはいはい、ツイッターで見た。あの自己イベントはい、ツイッターで見た普通のただのショッピングモールで無理やりステージを設置して、あの店舗からの苦情が山ほど出て毎、 あの毎日場所がステージの場所が変わるっていうそれぐらいで怒られたからちょっとずらしますみたいな。原点回帰ですかね、全てのエンタメ。ステージがずれちゃうからみんな抑えたりとかするから、ね、これから全て原点回帰。それぐらいから控え室での会話が全部普通にマイクを通じて放送で流れたり事故みたいな、うん、すごいエキサイティングですね。エキサイティングですよ、ね、打ち合わせから狂ってましたけどね。どんな打ち合わせだったんですか。打ち合わせのまずあのここで打ち合わせしましょうってか、あの場所を押さえられてない時点でおかしいと思ったんですよ。え、はい、あ、すみません、あの開かないんでみたいな感じで違う場所に移りましょうみたいな、その時点で不安じゃないですか。うわ、もうワクワクしてきますね、不安すぎて。でその打ち合わせでチケット渡されて新幹線ので、見たらその奈良までのチケットじゃないんですよ、はい、大阪ぐらいまでしかないんですたどり着けないチケットで、しかもまあ時間も指定されてたんですけど、はい、でもタイムテーブル送ってくるじゃないですか、はい、この時間に行ったら僕がその最初の出番に間に合わないんですよ自発的に早い時間に行って早いチケットに変えて、で自発的にその後のチケットも買って買い足していかないと間に合わないというこんなハードル高いイベントあるかっていうすごかったですよ。ミナーラだったらいけんじゃないかというね、意見でしたけどね。そんなわけがないですよ。群馬県の高崎駅周辺が再開発されてライブ。へえ。そうなんだ。あ、そういう感じに散らしてね、行かないとですよね。うん、東京外に。一番足りないのは2000クラスのホール。ああ、そうですね。アメコは近いでるまとめブログ見てねえのかよって。そういう興味がまずないわけですよね。ないですね。うん、うん、全然ないですね。私はずっとスターライト速報っていう遊戯王のまとめサイトこっち、はい、下速報見てる、ね、どうしてもアイドルの仕事が多いから、そう、あのアイドル好きだと思われてるだろうけど、 そうなんですよ。そもそも違う文化圏の人だと全然文化圏違うんで、うん、そう、なんかずっとなんかこう、うん、あの新しいそのワールドとか、うん、であの新しいそのシリーズ、うん、カードのやつがリリースされたで、うん、なんか そのこれ遊戯王あの用語なんですけど、うん、その時一番強いデッキの種類のこと、うん、環境デッキっていうんですよ。あの地球環境の環境、うん、今の環境これが強いから来てるんですけど、うん、環境本当になんか金かかる、なんかもう環境ばっかりだなみたいなことをずっとこう書き込みはしないんですけど、うん、ずっとあのモニターの前で一人で言ってるんですよ、うんうん、やばくないですか意外とお金は使ってるんですか。でもあんま使いすぎないように、うん、なんか気をつけていますよ、うん、本当にちょっと使ってますけど、うん、でたまになんかそのデュエリスト YouTuber の配信聞いてて、うん、たまにデュエリスト YouTuber って言われてもピンとこないで、うん、たまになんかその前なんか松坂桃李がちょっと出てた、うんうん、松坂桃李もそうなん、なんか有名で、うん、なんかそれこそ同じ日本かな、なんか、うん、なんかのラジオで言い散らして帰っていった伝説があるんですけど、うん、なんか松坂桃李はマジで強いらしいですよ、うん、ですごいマニアックなデッキ組んでて、うん、その放送見てて、この人こうあんなになんか松坂桃李ってめちゃめちゃ売れてるし、うん、めちゃめちゃ忙しいはずなのに、うん、いつこんななんか暇人が作るデッキを組んでるんですよ本当に、うん、すごいなんかそファンにはならないけど、うん、なんか松坂桃李にはならないけど、うん、なんかすげえ信用できるオタクだなって、うん、だからあのハロータの方々がこう、うん、あの女性のなんか女優さんも最近多いじゃないですか、うん、はいはいはい、あの俳優さん人にね、そう、俳優さんとかで信用できるとか言ってる気持ちがすげえわかる、うん、あもうそこはしてる、あなかなかやんみたいな気持ちになる。どれぐらい狂ってるかで人は信用するかどうか見ますよね。ありますよね。でも葵さんマジで狂ってますよ。狂ってますね。本当に狂ってる、うん、本当に。松岡茉優さんも狂ってるし、なんか葵さん、うん、そう、松岡さん私お話ししたことはないですけど、うん、なんか狂ってんだろうなってのはもう
なんか匂いで感じるのはあるじゃないですか、うんうん、やばいなって。でも青江さん結構マジで狂ってたな。松川さんは普通に取材もして現場でもあって、もともと現場絶対来ない主義だったのが、へえ、うん、あのおかしくなっちゃうんで絶対現場行かないって言ってたのが、ほら推しが卒業が決まった結果、あそっか、どうしても行かざるを得なくなって、行かざるを得なくなって流れだったんですよね。これはしょうがない、それはしょうがない、行くしかない、卒業する推しのソロコンが決まった、行くしかない、でそこの入り口でばったりやって、行かないって言ってたじゃないですか、しょうがないんでみたいなこうなったらしょうがないんだよ。かわいい大好きでも信用できると思ったのが、関係者席が2階だったんですあれ、はいはいはい、あれが、ね、どこだったかな、あれですよね、武道館じゃないです、ソロの時はあれですよ、あのリファリーがやけだ、リファでソロやってて、はいはいはい、リファの2階で僕ら見てたら、はい、松岡さんだけ1階のそのスタッフの後ろのとこで、はい、あのどうしても近いとこで見たいって言って一人下で見てて、うん、で下だとあの走り回るから映るんですよ、はいはい、映った時にちゃんともう狂ったように踊ってて、もうダーみたいな感じで、あー偉いなーっていう、僕ら上から座って見てるのにっていう、本当ですよ、なんかあれですよね、うん、前アンジュのまた彩香ちゃんの卒業かな、うんはいはい、でも私もあれもう初めてアイドルのライブで泣いちゃったんですけど、うん、なんかその時に、うん、もうなんかあの結構関係者席の、うん、なんかあのよくあの葵さんがいるエリアってあるんですよ。そうなんだ、まあ、どことか行っちゃうとあれかもしれないですけど、まあね、あのなんだろう、 OB というか OG エリアがまずあって、まあ、そういうなんかあの芸能人の方がありますよ、ね、の集まる場所みたいなのあって、僕らみたいなのが集まる場所とかなんとなく綺麗に分けてるんですよね。分けてるんですよね。行くと大体僕は大森さんの隣だったりとか大体同じような枠でなんか私結構あの曖昧で、うん、あのなんかチケットがなかったら、うん、もう別に席じゃなくて、うん、パスがもう別のパスみたいな時と、うん、本当にちゃんと招待のチケットの時とって、うん、ちょっとバラバラなんですけど、はいはい、なんかたまたまその日は、うん、なんかあのヒャダインさん隣だったのかな、うん、でヒャダさんが葵見てすごい泣いてるって本当になんかもう、うん、あの出てきた瞬間、うん、見ろよってくらい、うんだったんですよその瞬間から泣いてる、泣いててずっと、うん、でその後の挨拶の時も、うん、なんかよたよた一人戦いから帰ってきた人みたいな感じなんかみんな手、うん、なんか他のファンの関係者の人とかで、うん、本当に好きな人とかって手つなんかお互い手つなぎながら、うん、卒業しちゃった終わっちゃったみたいな感じで泣いてるのに、なんか、うん、青瀬一人、うん、なんか明日のジョーみたいな燃え尽きてなんかこうフラフラ歩いてるんですよずっと、うん、フラフラ歩いてて、うん、で、あー どうでしたみたいな、うん、終わっちゃいましたねって言ったらすごい、うん、無言あーなんか本当に好きだなって本当にいい人だし、うん、本当に好きだなって思いながらなんか他の人もちょっとなんか、うん、こうあの本当に良かったねみたいな話を、うん言葉も出ないいやなんか本当にいい人だなって、うん、雨子先生も泣いたんですか。私あの時さすがになんか最後ちょっと来ましたね、うん、なんか一番最後、うん、確か一番あ友よかな、なんか46億かな、なんかそこら辺で、うん、なんか超楽しそうに、なんか楽しそうっていうか寂しいんだけど、うん、アンジュの子ってカラッとしてるからみんな、うん、なんかそれをなんかあの最後だからこうやこうわーって元気よく踊り始めたのが、うん、うわめっちゃいい良すぎないって思ってなんかアンジュあれですよね、こう卒業とかカラッとしてるのが逆に私すごい良くて、うん、ちょっと来ちゃう時ありますね。やっぱね、そのなんだろう、綾町体制になってからの、そうですね、方向性の違いみたいなのやっぱりいいですよね。いいですね、なんかすごく綾町、うん、の意思がだいぶそう浸透していく感じの、なんかでも本当カラッとした卒業の方がなんか逆にこっちの涙腺を刺激してくるの で、うんですよね、泣かせようとするよりは全然そうなんですよ、うん、なんかこうほらこう泣くだろうここ、うん、泣くだろうってくると、うん、逆にもうやっぱみんなあ泣きそうっての分かってるからこう耐えちゃう、なんか耐えられちゃうというか、うん、なんかあっという間に終わっちゃうからすごい、うん、
終わっちゃうのみたいな気分になってました、一人で。あやちゃんとは仲いいんですか？あやちゃんね、あやちゃん結構夏前ぐらいに、うん、私があまりにも、うん、私アイスクリームがすごい好きなんですよ、うん、ソフトクリームが好きで、うん、でもネットで見つけたけどあんまりにもインスタ映えのお店すぎて怖くて行けないから、うん、ついてきてくれって言って来てくれて、おなんか何が怖いんですかみたいな感じで来てくれて見ておしゃれだみたいなおしゃれだって言って写真撮って、うん、で私インスタやってないから、うん、すごいインスタ映えな写真しか撮れなくて、うん、なんかあれでしたそれだけですね、前あったのは。でもまあやり取りは全然してますし、うん、なんかいいですよ全然、うんうん、インスタやりましょう。私文章を書くのがあれだから写真を撮んなきゃいけないじゃないですか、うん、それはそうですよ、インスタで文章だけはないですずっとね毎回ストーリーで文章だけ上げていくようなあ、それあるんですか？アイドルでよくいるじゃないですか。あ、でもなんかうん、スクショで病んでるのそうですやってるっていうのはなんか20時間限定で20時間限定のやつですよね、うん、なんかそれなんかだるい、うん、写真をなんか分なんか写真を撮んなきゃいけないから、うん、今その仕事 そのやってるツイッターで、うん、例えばこうこれ書きましたとか、うん、これやってますよとか写真を上げるだけでも結構私こうこれ大丈夫か確認各所確認大丈夫みたいなのをなんかするのが疲れちゃうから、うん、なんかめんどくさいなってさすがにあれですよね、自撮りを求められたりはしない感じですよね。そうですね、前、うん、そのあれハロプロ三昧っていうラジオ出させてもらって、うんはいはい、なんかちょっとみんながバシャバシャ自撮りを、うん、というかまあ、うん、アイドルだからもちろんこれやりましたよみたいな、うん、やってるからその流れでやろうって言ってヤダインさんと撮って、うん、どっちかが絶対リップスに映ってるやつしか撮れなくて、うん、あ、ダメだこれって思ってなんかで私が漏れてるやつを、うん、ヤダインさんが全然漏れてないやつを出したら、うん、昔のなんか私が最高リップスに映ってる写真を、うん、ヤダさん20万人ぐらいフォロワーいるのに、うん、そっちを出してきて性格悪いな性格悪くて、まあ、そういうとこがね、うん、いい人なんですけどね。ハロプロ三昧最高だったね、楽しかったですよね、うん、というわけで9時を過ぎたのでそろそろ質問を拾っていこうかと思います。あっという間ですね。ヒャダインさんとの女子会とかそういう言い方はね作詞家福田麻呂についてついてて何ですか？どう思いますか？なんじゃないですか？頑張ってるんじゃないですか？交流はあるんですか？ないです。ないんだ。ないです、全然知らない。ハローの作詞家同士という枠ではあるけれども、そもそもなんか、うん、私そもそも、うん、タレントさんとかで、うん、連絡先交換してる人少ないんですよ。あやちょが本当に珍しい。あやちょとかりんちゃんしか知らないですよ。おでそれ以上私聞く気もあんまなくて、うん、なんでかっていうとなんか慣れ合いみたいになっちゃうの嫌なんですよ、うん、どうしてもそうやって悪い意味じゃなくて、うん、仲良くなっちゃってっていうのが、うん、あやちゃんとかりんちゃんだったら割とどっちも大人だしね、大人だから大丈夫かなって、うん、私が逆に慣れ合っちゃいそうで怖いなって思って、うん、ちょっとそれは意識して交換したいんですね、連絡を。イメアドとかもそんな感じだったんですか？うん、結局私荻野かりん交換したけど何にも連絡してなかったんです、うん、ずっと。浅香はね、うん、浅香は今単純に忙しくて返事返してくれないんですよ、うん、ね、一人ちゃんと売れてますからね。ハロプロ知らない人はどうやったら好きになれる？どうやったら好きになるのに方法ってありますか？なんすかね、なんかいいなって思ったこと曲を聴いてきてくれれば別に。なんかでもね、うん、特殊なジャンルですよね。特殊ですね。歴史が長いからハードルは高いけどもハマったら本当に沼のようにっていうそうですね、うん、別になんかこれ知らなきゃハロウタじゃないみたいないうことを言う人いたとしたらそれはちょっと変な人だから。でも今もそんなマウンティングもないと思いますけどね。ないですよね、歴史長すぎるから、うん、そもそも最初から追うことがもう大変、その時点でもうおっさん認定なわけで生まれてない時からあるようなものなんで、そうだから別に全然、うん、このグループの曲だけ聴くとか、
なんかそれでこの年代だけでとかで全然私本当にいいと思ってます、ね、私ハロープロのファンの人で私とかみたいな、うん、後から持ってきた作家受け入れられないって人もいて全然当然だし、うん、逆のパターンもあっても、まあ、当然だし、つんく以外は認めないっていう、そう、つんく以外は認めないでも全然怪しい、いや、うん、新しい作家の方が好きって人もいて、うん、共存できる場所なんで、うん、そこがなんか全然よく言うのは新しいグループができた時にそこをきっかけで入るのが一番いいと思いますね。ああそうですね。じゃあ今、うん、ビヨンスが そこの新規としてあのスタートから追うとハマりやすいっていう、うんうんうん、っていうね。近田ハローについて、ついて近田さんでも最近お元気ですか。私元気でしたよ。あのアルバムのリリースパーティーかなんかで一回、うん、拝見してかな、うん、なんで結構1年ぐらいちょっともう今ないですね。つい数日前にそのスタダ の、はい、あのライブスタイルダンジョンっていうあのライブバトルのイベントがあるんですよ。スタダの所属アイドルグループ、それの審査員として近田さんが新加入して、えあれって竹中先生、竹中先生も、ね、僕も2回連続で近田さんが初登場で、おでなんとなく近田さんと他の人たちをつなぐ役割みたいになって、あそうですね、そうですね、いろいろ雑談を振ったりしながら、でいかにアイドル界をチェキが変えてきたのかみたいな話になった時になんか近田さんが興味津々だったから、はい、近田さんもチェキを取るべきですよって説得をずっとしてて、あ取るべきだと思いますでしょ、はい、あのやっぱり超可愛いから僕もアイドルとチェキ取った経験が全然ないんですけど、はい、レジェンドとは取りたくなる。あでギターウルフの誠司さんとかチェキ始めたりとか、はい、あのオキトポルシェがチェキで儲けてたりとか儲けてたりおっさんのチェキってなんか取りたくなるんですよ。あなんかわかりますわかります、そう、うん、かわいい、このめったにないタイミングで、そうそうそう近田さんがチェキやったらとりあえず取りたいって人絶対いるはずなんで、 いますよ絶対、うん、っていう説得をずっとしてたんですよ。近田さんのね交流のあるところで言えばザ・クルスとの、ね、グループチェキとか取りたいじゃないですかっつってそういうような話をずっとね、CKB 横山健さんとかチェキ取りたいっすもんみたいな。取りたいっすよ、取りたいっすよ、うん、それ。そうそう、ね。絶対取りたい。浅井亮さんとの交流はどうですか？あこの前ラジオ、うん、2年前ぐらいに呼んでいただいたラジオがあって、うん、平成生まれの、うん、なんかラジオ縛りのラジオで、うん、それが終わっちゃったんですね。うん、でそれであのありがとうなんか2年前呼んでくれてありがとうございましたみたい な連絡をしたら。うん、なんかこの地球上でその、 あの番組名を LINE で送った人って僕と児玉さんしかいないと思いますって、うん、いう返しが来て、うん、なんかなんどうしたんですかみたいな急にって、うん、でもなんか LINE とかでちょこちょこ、うん、頻繁ではないですけどね。てか私がそもそもあんまり頻繁に人と連絡取ってないんで、うん、浅井さんはハロータとして出会った感じなんですか？ハロータとして出会った向こうがですね、うん、そうですね。でその後普通になんかおしゃべりのテンションも合うしみたいな、うん、なんか感じですね。あプリパラの曲ありがとうございます。全部最高でした、ありがとうございます。プリパラ嬉しい。遊戯王からでも私このアプリからも出戻りだからな。宮本かりんのアイドル性について言うまでもなくないですか？やばくないですか？かりんちゃん、うん、すごいですよね。すごいですよ本当に。あんまりないタイプっていうかいないですよね、うん、なんか何系とか言う、うん、あれ系ねとかって言うじゃないですか、うん、いやかりんちゃんってないですよね。まあね、あのかりん系としか言いようがなくて、歌声とかは、まあ、松田聖子らしさとかはあるけど、なんかこう何、うん、そっち系なんかそう声とかはあるんだけど、超アイドル的な、そう、うん、彼女のなんかこうなんとかの系風みたいなっていうと、うん、宮本かりん系としか言いようがないっていうか、うん、あやちゃんもそうだしな。なんとなくそんなにそれこそ 2,3 回接点はあったけどそんなに詳しくはない。ああただインタビューとか読んでても絶妙な浮き方してる感じとかは気になってそうなんかかりんちゃんあの、うん、とフリートークが一生懸命ですごい面白くて、うん、いいですね。なんかそのラジハロプロ三昧っていう、うん、そあの8月にやった生放送のラジオで、はいはい、かりんちゃんが急に一人で、うん、なんかそんな打ち合わせなかったじゃんってぐらい急に力入れて喋り始めて、うん、この曲はですねみたいな感じで、うん、でかなんかラジオだから、うん、でカメラとか回ってないやつだったので、うん、あれですけどかりんちゃんがものすっごいあの顔真っ赤にして喋り始めたんですよ、うん、もうそれがとんでもなく可愛くて本当に何のスイッチ入ったんだろうってぐらい可愛かったですね、うん、
アニメの曲やった基本編がっつり見て、あの見られるものは見てます、うん、はい、がっつりというか猫先生のように全く見ない興味ないとかではなくまあ私は好きだから、そもそも好きだからなんでしょうね、全然あの全部の全く苦痛じゃないし、うん、あのでまああと、まあ、ちょっとこれ読んどいてくださいみたいなので、うん、脚本そのなんだろう大難航とかのやつ渡されて、うん、まあ、パーって読むの早いんでもともとパーって読んでって感じですね、うん、自分の一番好きな自分の歌詞はどんな曲？なんだろう、なんだろう、なんかその年ごとって感じです、うん、毎年。鈴木愛理好き、大好き、超可愛いマジか、私可愛すぎて愛理ちゃんの前で可愛いですねしか言えないんですよ本当可愛いっすね、本当可愛いっすねって。すごいですよね、あのなんだろうアイドルの天才ぶりというか、そう全部の能力が高いじゃないですか、全部高いから、なんか、うん、なんか私すごい、まあ、みんなに対して可愛いですねってすぐ言っちゃうんですけど、うん、なんか愛理ちゃんの前だとすっごいもじもじしながら言っちゃうんですよ、うん、歌とダンスのレベルも高い上にそれ以外のアイドルとしてすごい必要な抜けた感じから何から、そうそうそう、全部全部持ってる、全部持ってる、超可愛い、うん、本当にパーフェクト超人な感じがしますよ、本当に本当に。つんくさんの影響意識しますか？影響、でも私多分どっかで受けてると思いますよ、うん、あの意識してつんくさんらしっぽくみたいなのは、うん、それやんないって決めてるんですけど、うん、やっぱ好きだから普通に、うん、シャランキューが、うん、シャランキューがしかも、はい、大好きそっち、だから私大勢さん生で見た時、うん、大勢だって思ってあのちょっと あの本当に今は大勢さんって感じですけど、うん、本物だって思っちゃって、うん、なんか何も言えなかったんですよね最初会った時。僕20代の時大勢さんとクラブ行ってますよその時の大勢さんめちゃくちゃかっこいい、そう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 、あのモードな感じだった、モードな感じ、うん、なんかシャランキューの、うん、なんだろう、衣装がもう狂ってるじゃないですか、狂ってますね、それも好きだし、何を目指してるのか全然わからない、全然わからなくてあの海外に似たようなグループが存在しないっていう、ね、そうモデルケースがなさすぎてやばい、何系とかが存在しないおやっかりちゃんみたい な, なんか何系がないから、ずっと、ね、だからなんかあの、うん、な影響が全く見えないですもんね。でも本人たちはいろいろなんか、うん、この曲はなんとかでなんか、うん、あの出典とかをこう、うん、言いたがってるけど、うん、全然違うみたいな確かになんかファンクとかで、うん、なんか、はい、この曲はこうでこうでって一生懸命なんか言ってるけど、うん、いやオリジナリティ高すぎるって、うん、のが大好きだったんで、当時だからリニーさんがシャランキューのあのラジオの構成プラスステージの構成やってたんですよね。そうですか。で僕がリリーさんの弟子だったんで、なんかリリーさんがその辺でなんかみんなでキャバクラ行くけどゴーも行くみたいな感じで、かっこいい、一緒に行ったことがあったり、かっこいい、うん、してましたよ。なんか私世代じゃない、全然世代じゃないんですけど、ね、うん、なんか昔のそのなんかビデオとかで、うん、なんかシャランなんかその音楽番組出てすごい気の狂った、うん、なんかぴったりしたなんかパンツ一丁みたいな服、うん、なんか衣装とかでつんくさんがすごい怖く的に歌ってるんだけど、うん、歌っててどう見てもギャグじゃんっていう風に見えるのに、なんかもうファンの方がキャーってなってるのが、もうこの絵面が好きって、不思議な光景ですよね、不思議すぎて、うん、なんかそういうところがすごい好きでしたね私は。なんか多分そういう意味では聞いてきたから影響を受けてるかもしれないですね。プリパラプリちゃんのエピソード聞きたいです。ああプリパラプリちゃんは道友さん、あのアップアップガールズとかを書かれてる道友さん、キッカとかをね、そうキッカを書いてる道友さんから声かけてもらったんですね。なんかだから私、まあ、道友さんと私のセットでやってるんですけど、うん、なんか道友さんが、うん、あのアイドルの前でもそうかもしれないんですけど、うん、特に男性声優さんのやつが多くて、うん、私たち、うん、でなんかあの男性声優の前だと結構遠慮なくずっと喋るんですよ、うん、レコーディングそっちのけでなんかこの前とか言って全然、うん、全然進んでないのに、うん、なんかそれが結構面白いですよ。なんか道友さんが生き生きしてるずっと楽しそう。最近はフェスに出てて見る機会が増えて、ハロコンハードル高い、そうっすね。
確かに確かに、うん、まあ一度は来てください、うん、面白いんで。ちなみにつんくさんで思い出したのが、当時リリーさんがよく言ってたのが、あの頃つんくが暇だからしょっちゅう家に遊びに来てて、うん、でレコード会社にもしょっちゅう行ってて、で売れない CD とかしょっちゅう持って帰ってて、でいろいろ研究してて、その時期につんくがとにかくあの B 級アイドルみたいなものをどんどんハマっていって、へー、まあ、東京パフォーマンスドーラはまだ A 級寄りだったけども、南青山少女歌劇団とか知らない、そういうようなあの90年代アイドル冬の時代の売れないアイドルグループにどんどんハマっていって、ずっとあのリージさんの家行ったビデオ見て、ちょっとここ見てくださいやばいんですよみたいなことをやってた時期があったっていう。じゃあそれがハロープロにつながって、うん、繋がってはいるみたいですよね、うん、へー、グループアイドルのそういうものに当時すごい惹かれていたっていう、へー、すげー、というのは聞いたな。男女面白かった。ハロープロ研修生のユニットよろしく。おモーニング娘。に帰った人はみんな好きです。ありがとうございます。表側に出ようという気持ちはなかったんですか？ないですねないんですか？出たとしても、うん、なんかタレントを引き立てる方じゃんって思いますね、うんうん、普通に普通に普通にそうでしょって思う。自分はそっちではない。なんかこうタレントをの良さを引き出したいっていう方はありますけど、うんうん、なんか自分はっていうのはなみたいな、そんなコンテンツ力ないからあ、そう、僕もだからたまにそうなんかいろんな場に出るようになってはいるけれども、はい、引き出す方じゃないですか。自分が出たいわけではないっていうか、そうそうなんですよね。だって私本当にほっといたらずっと遊戯王の話しますよ。何つまんなくないですか？困りますよ。アニメ遊戯王のさみたいなことをずっとずっと言い続けるから、もうちょっと接点探してください。そう、私聞かれてもないのに、で知らないって言ってるのをしゃべるんで私、うん、それを。それ地獄でしょ。つんく曲は心の、そうなんですよ。僕がその子の前の、ライブスタイルダンジョンで行ったんですけど、はい、あのアプガの2期がつんく曲やったんですよ、はい、でいい勝負だったんですよ。で相手もすごい良かったんだけども、その時僕が言ったのが、かつてあの杉作ジェイ太郎という人が言ってたんですよと、はいはい、ハロプロは心のふるさとっていうあのハローで育った後にどんなアイドルグループにその後行ったとしても、ファンとして現場に行ったとしても、はい、やっぱりね、つんく曲を聴くとね、郷愁というか、俺のふるさとはここだったんだなっていうのがね、蘇るんですよ。いやなんか、うん、私それ全然、絶対ハローオタじゃない人が、うん、なんかツイッターでなんかすぐちょ一瞬バズったやつで、うん、あの多分同世代ぐらいか、うん、ちょっと上かな、うん、の方で、今女性で、うん、私たちは本当にあのラブマシーンが流れたら、うん、体が自動に踊り出す血が流れてるっていうのが、うん、すっごいたくさんにツイートされてるのを見て、やっぱあの世代と、まあ、オタクも含めてですよ、うん、なんかあるんだろうなって、やっぱ売れた人だしな、うん、どうしても血に なっちゃってる。そう、血になってる人たちがいてすいるんだな、うん、そうそうそう、ナンバーさんとのチェックをかわいい。46億年の遊戯王の良さについて、いいんですか？1時間与えないですよ。いや私遊戯王結構アニメ見てたんで、うん、なんかそのアニメの初代のアニメとカードの、うん、なんかその効果とかがちゃんとストーリーに組み込まれるやつがもう泣けてくるんです。ごめんなさい、誰もキョトンとしましたよ。いや空気があの凍ってはない、なんか、はいはい、なんかうん、エアポケットに入りましたよね今。郷さんのアイドル性はどのあたりだと思いましたか？え、郷さんですか？うん、郷さんのアイドル性、吉田豪邸としかもう言えない。吉田豪邸アイドルってカプももっと押してほしかった。ごめんなさい、これ遊戯王です。テレ朝版もだけど、まあ、私東映版も好きですよ、うんうん、そんなにいろいろあるんだ。そうなんです。 5D 最高。シンクロ召喚。私 5D 本当好きで、うん、あのいや一番初代が好き、初代から3代目までがやっぱ好き、うん、あのベタに好きなんですけど、うん、5D の私結構初期のあのハードボイルド路線嫌いじゃなかったですよ。
お茶飲み時間になって、これはビジネスになったりするんですか？あ、全然なんないです。これぐらい好きだっていると何か、いや全然ないです。何か詩でも書いてみませんかみたいな。ないです、ないです、全然ないです。全然ない。だって松坂桃李が別に公式に絡んでないんで。そうか、松坂桃李あのぐらいの知名度でも何にも絡んでない、ただのオタクなんで。あの人ただデュエリストなだけなんで。なるほど。牛のフェス初めて見に行ったけど楽しかった。牛蔵さんが幼女にガン泣きされてたって。幼女に質問でも何でもないわっていう。いける。アメコ先生毎度成長高いですよ。全然ないですよ、コンテンツも1個しかないですからね、引き出し、うんうん、ドラマ武道館に出たか。そうですよ、かりんちゃんは。そう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 、うん、で、あのキスシーン引きがあって、ね、ちょっと阿部教官だった。アイドルが、あ、ね、あのオタが、オタが阿部教官だった。まあね、道友さんについて、道友さん最高ですよ。うん、道友さんって現在 YouTuber。 YouTuber、 そう、あの道友さんってすごく元気な、うん、本当に元気な陽キャなんですよ。うん、でも陰キャにめちゃめちゃ優しいというか、うん、あのなんだろう、絶対に人のことこう、こう来ないというか、うん、私とかみたいなすごい年下でも超体当たりで来てくださるから、うん、すっごい好きです私。うん、磯さんもね、人脈的にはかなりアウトローな人ですからね。いや本当アウトローだけど優しい。うん、なんかちょっと軽く炎上した声優さんに、うん、なんかこのアニメってこう終わった後とかにあの打ち上げ、うん、バンバンやるんです割と。うん、でそれに呼んでもらって、うん、磯さんと一緒に、うん、列席しまして、うん、その時軽く一回ツイッターで炎上した声優さんに、うん、あの件なんですけどってあの土足で、さんが土足であのすいません、あの件ってどうなってるんですかって聞いて、私もびっくりして、えってえ聞くみたいな感じで、でなんかその声優さんも、うん、なんか道友さんがそういう方だと知ってるから、うん、いやもうやめてくださいよみたいな感じで和むんですよ、うん、普通そんなことしたらピリッとするじゃないですか、うん、はいはいはい、もう西友さんが、うん、まあ、何にしたって和むんですよ、うん、そのアニメのしょうがないなっていう、西友さんだからなみたいな、あの人突撃しまくるからなみたいな空気になって、すげえこの愛されパワーみたいな、うん、本当に、ね、現在ね、山田さんとつゆぎくんとね、ね、やってますね、 YouTuber 活動が始まり、いや私ずっと西友さんに YouTuber してくださいって言ってたから、だから実質私が仕組んだんですよ、うん、嘘嘘いや西友さん YouTuber になったら絶対面白いんで、ずっと言い続けて、うん、今度発売のニュータイプについて、ニュータイプ、今度発売ニュータイプ続編じゃない多分、私あのあれなんですよ、ニュータイプで毎月やってますよね、仕事、ちょっとした小説みたいなものを書いてて、うん、で最近はあの2ヶ月前編後編セットなんですよ、うん、多分来月出るの後編だから楽しみにしてください、うんうん、アニメ好きとしてやっぱりニュータイプの連載っていうのは念願だったんですか？なんかあのすごガチガチすぎて嘘だろうなって思ってたんですよ、うん、でその編集者の方があの結構アイドル好きで、うん、てか声優もアイドルも、うん、あのなんかアニメも全部好きみたいな、あんまりいないんですよね。これ僕はよく言うんですけど、アイドル好きと声優好きで本当に重ならなくて、重ならないじゃないですか、同じスタッフがやってても聞かないんですよね。そうなんですよ、うん、だから私結構変な分断があって、うん、私両方やってるから仕事で、うん、であのどちらかのこうハロプロとかで知り合った方は、うん、なんかアニメやってるんだっけみたいなぐらいなんですけど、うん、でその編集者の方は超珍しく、うん、全部両立してるんですよ、うん、なんかたまになんかハローのあの例えば椿ファクトリーの新曲聞きましたとか言ったり、うん、かと思ったら、うん、え、なんで知ってんのっていう、だからその、うん、ちょっとしたキャラソンとかも聞いて、うん、なんかお前は天才だとかって送ってきてえ、守備範囲って思って、うん、まあ担当してもらってるから追ってくださってるかもしれないんですけど、うん、なんか守備範囲がひたすら広い方なんですよ、ね、面白くてずっと言ってんですよ、本当にアニソンとか掘るの大変すぎるから、ちゃんと誰がクレジットでこの曲いいみたいなことをきちんと伝えてくれる人がすごい欲しいんですけど、あのタワレコとかのポップにもクレジットのに全く言及されてないんですよね。そう、でもアニメのファンの方って、うん、作詞作曲のクレジット超敏感なんですよ、うん、すっごい調べてくださるんですね。だからその界隈では、うん、
小玉さんまたってやってくれるんですけど、うん、なんかなぜかそこがこう噛み合わないというか、うん、ハミコさんアイドルに間違えられたことはないですさらっと流すないですね、アイリちゃんもっと売れていいよ。世界のザナイトももう終わりか。え、そうなんですか。あの矢口さんが出産の間代理でやっていて、あ、もう生まれた、それが今日が矢口さんが復帰なんですよ。ええー、うん、よかったですけどね、本当にあの愛され力というか、ね、あの抜けのある可愛さがちゃんと出ていて、ね、ね、この間に僕が絡みたかったですけどね、呼んでもらえればよかったんですけど、あらあら、うん、アイリすごすぎて自分が見に行くことに罪悪感なんですかそのいいんですよいいんですよ、見に行くぐらいはいいと思いますけどね、何の罪もないそんなことに横に並ぶのは辛いとかなのまだ分かるけど、あ、それ分かりますけど、うん、なんかそんな見に行くことに何にも罪ないコンプレックスありますか。コンプレックスだらけです。おう、もう具体的にはだから私ずっと周りが陽キャの集まりしかいなかったんで、うん、あれなんですよ、もうあの同級生と会うと、うん、こう喋り方もオタクちょっとオタクっぽいじゃないですか、うん、早口で、うん、なんかでたれたなんか詳しいんだよねみたいな風にやると、うん、あ、そっち側の人だみたいな感じで楽しい ばかりの人たちだみたいなすいませんっていう、すいませんってなっちゃうんですよ。僕がよく言うやつですよね、あの本当に幸せな人は趣味を必要としないっていう。そうです、だから何が好きなのかわからない人っているじゃないですか何も好きじゃないでしょっていう、買い物とみたいな感じ の, 趣味あの買い物はみんなするってよく言う。みんなする好きそう、消費行動みんな好き、そうそうそう落ち着いてみたいな、寝ることと寝ることもみんな好 き欲望だから、そうそうそう、それみたいな、それじゃないんですよ僕が言ってる趣味っていうのはっていう。あ、わかります。なんか趣味ない人が出てくると私すごい、うん、なんか趣味が仕事になっちゃったパターンじゃなくて、うん、本当に何が好きなのみたいな、うん、あと私あのよくいるから、うん、オタクにもいるから、うん、一概には言えないんですけど、うん、オタクじゃない人でリアル脱出ゲーム好きって言ってる人は結構、うん、あの警戒しますおう、なんかそう最近リアル脱出ゲームって、うん、なんかそのアニメコラボとか多いんですよ、うん、でそこで好きになるとかポケモンとかあるんで、うん、分かるんですけど、単純に脱出ゲームだけをずっと、うん、まあクイズオタクともまた違うみたいな、うん、そこまでいかないんだけど、うん、なんかそれ行くよみたいな感じの人とか会うとすごい、うん、お、共通点が何もないって思いながら話してます僕が大谷翔平インタビュー頼まれた時に、はい、うわ、野球に興味のない僕が、はい、大谷翔平は無趣味で有名で、はい、無趣味な有名な大谷翔平にプライベート趣味の話とかを掘り下げてくださいっていうすごい無茶な無茶すぎ設定されて、うん、そしたらいくら聞いても本当に何だろうな、すごいんですよ。あの読書はするんですか、します、どんなの読むんですか、なんか体力作りとかの普通の本当みたいな感じでえっていう、まあ、いいないいな、逆に好きだな、本当に全てが野球なんですよ。漫画とか読むんですか、チームメートが持ってるのをパラパラ見たりしますみたいな、うわ、うん、何も本当に野球漫画とかも別に読んでないっていう、そうそう、うん、ミスターフルスイングでもなく、うん、怖え、すげえと思って、野球に役立つこと以外の興味がないっていう、いますよね。でも、うん、でもなんかそれってもう一流の人はあっても私分かるんですよ、うん、別に普通に会社員で、うん、それ例えば銀行とかで金融に絡むこと以外、うん、あのなんかそれしか知らないとかじゃなくて、うん、別にそれもよく知らないし、うん、なんかこう熱中するものもないし、うん、でも全然楽しいって人生楽しいっていう、あれ一番の幸福じゃないですか。そうなんですよ、あれ何よりも私勝ち組だと思ってるんで、うん、ああいう人っていろんな趣味を持ってる人ってなんか心の穴を趣味で埋めてるようなものだと僕は言っていて、いや本当そうですよ、ま、もちろんそうでしょ無趣味であればあるほど、もちろんそうですよ、ね、あなたには何の問題もないですというだけの話なんですよそうですよ、うん、そうですよ大谷翔平のインタビューしてそれを実感したんですよ、眩しすぎて、眩しいですね私あれ系の人いっぱいいたんで学校に、だから全然話合わないんですよね嫌いじゃないんですよもちろんもちろん嫌いじゃ、いい人しかいないから、うん、そう、人としてのジャンルが違うだけですっていう、ね、ジャンル違う、そうジャンル違うんですよね、うん、シャランキューモデルケースないよね火曜ザナイトであんな無邪気な感じって初めてした。そうなんだ、そうなんだ、あの刃ののほほんとした感じはちょっと貴重ですよね、うん、
まあ、野球漫画で真っ先にミスターフルスイング出るアメコ好き、ありがとう私も好きですひたすら巨人の星の説明とかしました、僕。大谷巨人の星こういうのつけて全く世代じゃないとは思いますけど巨人の星っていうのが父親に野球だけを仕込まれた野球ロボットと言われた、はい、あの星ヒューマンが途中で悩み出すんですよ。自分には青春がないんじゃないかってことで、あの女の子と一緒にディスコに行ったりとかディスコ、そうやって俺はこのままだと野球ロボットになってしまうっていう葛藤があったんですよみたいな、そのセリフしてるそうっていうとかこととか聞いてた。ディスコには行かないですねみたいな。ディスコには ディスコ行ったことないですねみたいな。いや分かる。なんか、うん、私その遊戯王って私の世代って男の子大体1回通ってるんですよ、うん、なんかだから大体最初なんかこう、うん、私ゆうまめし遊戯王オタクなんですよねみたいなこと言うと、うん、何好きブルーアイズホワイトドラゴンみたいななんか言われるんですよ、うん、遊戯みたいな、うん、言われてあんまりにもガチだから、うん、いやそうなんかカタパルトタートル射出とか言ってすごいふざけて、うん、なんかアニメのネタで笑ってたら最初はだんだん追いつくんですよ、うん、で遊戯王って結構ニコニコ動画でなんかあの茶化されてた作品なんですね、なんかそれで地味に知ってるオタクはまあ知ってる人はいるんですけど、うん、でそこじゃない人はまずそこで、うん、私がなんか俺カルコスのマナコとかってすごい叫ぶとまずちょっと挫折するちょっとなんかパシャンみたいな、え、うん、なんか詳しいんだね面白いみたいな、うん、あもうこの目だ出たらだみたいな、はいはい、ガラスの瞳って言ってるんですけど何も見えてないガラスの瞳になるんですよあ別のタイプね、はい、あそっち系ねみたいななんか最初に生実家世代だったからこそ、うん、なんか辛くなるとか多くて、分かっているのに拒絶されてる感じ、そう分かってんのに俺そこまで知らねえわ、うん、みたいな、ずっと俺のターンっていうそう名言があって、うん、そこまで分かる人とかはまだ、うん、あ面白がってくれるんですよ、うん、で、あそれ知らなかった見ようみたいな風に言ってくれるんですけど、うん、なんかそあのちょっとね、うん、脱落される人が多かったんですよフィンクスの中の一つでツイートしていた頃の話を、あやってましたね、うん、でもなんかあれ結構私もだし、あとスタッフさん他のも一緒に回してたんで、うんうん、でなんかたまに鉄砲玉みたいなツイートしてよみたいなこと言われて、うん、鉄砲玉みたいなことなんか女子大生っぽいツイートないのって言われて、うん、なんかあのえじゃあレポート終わってないって書こうってみたいな、うん、やってましたね、懐かしい。山田社長について、山田さんでもあんまりしょっちゅう会ったことないんですけど、うん、前なんかちょっと会って、あの私山田さんってめっちゃ怖い人だと思ってたんですよ。それは何ですか？スマイレージのスマイレージの話と見た目見た目はね、はい、めっちゃ怖いと思ってたら、うん、なんか山田さんって意外とあの病弱らしいんですね。そうなんですよね。そうなんかもうダメなんですよって言われてなんかこれもダメだしあれもダメだし、うん、貧血になっちゃったしって言われて、うん、すごいキュンってきちゃって可愛いで、ね、屈強な体で屈強な見た目で、うん、あれもダメだしこれもダメだしみたいなことを言われてちょっと可愛いなって思っちゃって。武道館だと倒れちゃうしね。あそうだからそうそうなんか武道館倒れちゃって可愛い山田さんの方にさらっと書いてあるアウトロー人脈、ね、え佐賀監督荒木慎吾なんで遊戯王って何がですか、遊戯王作画監督そうなんですよ、うん、てかな結構そっから出てきた有名な 作家とか、うん、原画マンとかちょいて、なんかあれ原画マンによっての趣味が出過ぎちゃってる時があって、うん、あの面白いです遊戯王映画アニメは。ゴーさんニュータイプは創刊号から読んでそうに創刊号は買いました、はい、おおさすが。顔が綺麗なのに陰キャオーラ強すぎるうるせえ余計なお世話マジで余計なお世話私ねあんまり普段しないんですけど、うん、1回だけなんか多分、うん、あのそのハロプロ三昧かなんかかで、はいはい、うん、1回だけ私エゴサしたんですよ、うん、自分の名前で、うん、したらなんかアメコさん喋り方陰キャすぎって書いてあってラジオだけでもわかる。もうラジオだけで、まあ声だけだからあれですけど、なんかもうそれで、うん、あのもう本当に治らねえな、うん、これ私治そうと思ったんです一時期、うん、陰キャっぽい喋り治んねえ。治りますよ。でも僕も意図的に変えましたよ。そうなんですか、うん、いつか何歳ぐらいの時ですか。いや最初にラジオ出た時に、はい、とんでもなかったんで
ロマンポリスさんのラジオに呼ばれたんですよ、はい、普通の地上波じゃないやつ、はいはいはい、それで道録のテープもらって聞き直したら、はい、みんなオタだからトークが異常なスピードで早口本人でも聞き取れないぐらいのスピードでみんな早口それから気をつけてちょっとずつ遅くして、で TBS ラジオ出るようになってからもまだ早口だって言われ続けて、気をつけて遅くして、私もなんか気をつけてたんですよ、うん、ラジオの時ちょっと、うん、なんかでもかって思って、うん、まあエゴサメンタルやめそう、なんかメンタルやむようなやつは、うん、なんか皆さんがね、うん、お優しいから書かなかったんで、うん、大丈夫でしたけど、まだ陰キャな喋り方してんだもんねんだこれすごいだいぶ変わったつもりではいたけど、私結構意識してたんです一人で、うん、勝手にハローにも生保さんとかにおているけどね、いるけどね、ゴーエスト、いいね、いいですね、ありがとうございます、うん、くれてた、ビヨンズは全部いいですね、ビヨンズいいですよね、うん、なんかゴーエストとか、うん、そうやってた時の橋本さんが超楽しそうで面白いんですよ、うんうん、ゴーエストでなんか こういう歌詞どうとかってすごい提案してくるんです、逆にウエストなだけにってだけにやっぱこうあのほらこれさダイエットみたいなやつそうまいことさ、うん、綾子先生のさ、うん、なんかこう塩梅で調理してよみたいな最初からそういうオファーだったんですね、あそういう感じですよ本当に最初からもうなんかこう、うん、いい感じにさちょっといいことも言いながらさ、うん、よろしくみたいな本当にいい人橋本さん、僕がそのギャオで審査員やってた時に、はい、僕は結構平気で裏話もバラすんであれなんですけど、はい、怖かったんですよ、芸能界怖いと思ったやつがあってちょっとこの子を勝たすわけにいかないんで、郷さんか橋本さんのどっちかが罰を出してくださいって言われて、はいはい、絶対嫌だと思ったら、うん、橋本さんがちゃんとそれ引き受けてくれて、やっぱ、うん、サラリーマン僕やりますよみたいなそう橋本さんってなんか憎まれ役とか普通みんな嫌じゃないですか、嫌ですよ、なんか言われたら OK みたいな感じでやるんですよね大人と思いましたよ、大人、いや本当に大人なんですよ、うん、なんか橋本なんかこう作家とかでちょっと集まってご飯行って、うん、誰も橋本さんの悪口出ないんですよ、うん、みんな橋本さんってすごいよねみたいな、うん、あのバイタリティ何ってずっと言ってて、僕はもう自己保身のため、自己保身じゃないですけど、まあね、はい、その子のフォローをずっとしましたから、そうですよね、もう非常に素晴らしい女の子でみたいな、恨まれたくないし人間で実際いいし歌も上手いし可愛いし、うん、嘘つきたくないみたいな、そうすげえと思った、今日のザナイト言っちゃえ、呼ばれないのに二人ですよ、こういうのはねアメコさんのサイトのアメコさんワークが分かりづらい、え、マジっすか、ちゃんとじゃあ整理します、うん、ごめんなさいごめんなさいアイリーがシースタリアわがままラキアにハマってたの驚いた、なんかその火曜ザナイトっていうのが、はい、それこそ矢口さんがどっちかアイドルに次々会ったりとか、はいはいはい、面白いですねやっぱね、はい、メジャーしか知らない人がそういう人たちと会っていく感じが、あ、いいですね、でそういう人たちに芸能界に入ってきっかけはって聞くために毎回みんながキョトンとしてて、なぜなら地下移動の子たちは芸能界に入ってるって自覚はゼロなんですよ、あ、そうなんですか、うん、自分が活動してる場合は芸能界だと思ってないんで、地下移動になってきっかけはと聞かれたら答えられるけど、へー、あ、それいいですね、ここは芸能界なんですかって顔を皆さんする、なんかそれすごいですね、うん、あ、このズレ大きいなと思って、大きいですそれは、うん、ミュージックルのコライトバトル、あー、ありましたね、うん、でもあれ結構番組で終われたまんまです、うん、本当にあとはもうずっとメールでやり取りしてこうしましょうこうしましょうみたいな、ユーキャンに絡まれた瞬間を再現した時にアメコ先生 AT フィールドが見えたAT フィールドでも私ユーキャン慣れはしてますよ、うん、いかんせん周り全員そうだったから、うん、なんか陽キャのテンポなんかノリとかも全然好きだし、うん、なんかいそういう感じは嫌いじゃないんですよ、うん、ずっと山木さん山木さんって言われてるのが脱出ゲームの話ですかね、あ、そう、山木さんがオタクだからじゃないですか、うんうん、でも私山木さんとそのしゃべあんまこうガチでオタクしゃべりしたことないんで、うん、あと私があんまこなんか山木さんコナンにすごいハマってたイメージなんですよね、うんうん、私コナンあんまハマってなくて、うん、心の穴がある人だけが見るこの番組心の穴いいんですよ、あ、ややこしいな、個人的には遊戯王もかなり勝ち組感あるけどなって、そうなんだ、そうです
か。あでも遊戯王のそう、うん、一番流行った時は勝ち組感あった、うん、だけどその後が、うん、あのやっぱもうガチのゲーマーっていうか、うん、やばい人だけは残る感じ。いやだってなんかアメリカで、うん、なんか遊戯王って世界で一番売れてるんですよ。へえ、そうなんだ。世界で一番売れてるカードゲームで、うん、アメリカと海外で大会があるんですよ。マジック・ザ・ギャザリングとかああいうのよりもって感じなんですね。あ、だからそれをもともとパクったやつ、うん、だって原作はマジック・アンド・ウィザーズっていうのカードゲーム名をなんかコナミかどっかが入って、はいはいはい、デュエル・モンスターズにしましょうってしたやつで、うん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 、ね、なんかそのアメリカでの大会とかで、うん、あのアメリカにもオタクがちゃんといて、うん、あのちゃんとお風呂入ってこなかったら負けっていう、うん、何それ大会ルールが。なぜなら異臭を放つ人が多いから。異臭を放つ人がアメリカに多いからあのマナーちゃんと守りましょうってアメリカでアナウンスされたらしいですよいい話、ね、どこの国でもいるんですよ。オタはタイプは近いって。そう結構 YouTube とかで海外の大会で出てる、うん、あの向こう の、 あのオタク、うん、あの海外の俺らみたいな人たちが一生懸命楽しみながら、うん、なんか「チェルリン!」とか言いながらやってる映像があって超面白いですよ。アイドルオタはあんまり石を放たなくなりましたよね。放ってないですね。だから単純にビジュアルも昔ほど分かりやすいオタクがいなくなって。何かあの、うん、だって私前アンジュルムかなライブで、うん、いい匂いしがして。ずっとしてたんで、うん、女の人が多いからもありますけど、うん、なんですかね、やっぱ接触イベントが増えてやっぱみんなに嫌われたくないとか嫌われたくないねえ、ちゃんとあれ推しがちょっと苦々しい顔してるみたいな苦々しい顔その辺を察するようになっていたのが。いやでもそれって大事ですよね。汗かいたら着替えるみたいなちゃんと知識がね皆さん汗かいたら着替えるちゃんとつきましたもんね、オタの方々にやっぱ人に会うって、うん、人に見られるっていう意識ってあるじゃないですか、うん、よくタレントさんとか、ね、はいはい、女の子って人に見られて可愛くなるって うん、言うじゃないですか、はいはい、それはファンもそうなんです ですね。きっと人ってそうなんですよ、うん、見られたことを知ると、うん、なんかこうあれなんだっけ、深淵を覗いた時に、はいはい、深淵もまたお前を覗いたみたいなだからカードゲームって別にないから、うん、なるほど。そう、ずっと臭いんですよねカードは臭いって言ってくれないですからね臭カードは何をあの心の友だけど何も言ってくれないんですよ。しもべたちは何も言ってくれないから。80年代のオタはね、もっと外見も気にしなかったし、あ、もっと異臭を放ってたんですよ。だからなんかちょっと私の親世代とかってオタクって言うとこういう、うん、なんか印象を持つっていうのは多分その時のイメージなんだろうなって、ね、今の見たら全然、うん、あのイメージ変わるだろうけど、多分身だしなみに金を使う余裕があるんだったら全部趣味に金を使わないとっていう思いが、うん、気持ちはわかるけど、ね、あの世代はものすごい強かったけど、うん、別にね全部やりましょうって、そう、最低限はちゃんとしないとみたいな感じに、そう山田社長がミキティ本物に狙われてる噂についてそうなんですか、ラブチャンス星部翔さんについて。星部さんめっちゃいい人ですね、最初は謎の男と。そう、すっごくいい人です、うん、なんか真面目でまっすぐ、なんか陽キャとはまた違う、うん、まっすぐさというか、うん、あの陰キャってわけじゃないんですけど、全くメガネの男の子は衝撃でしたけど ね、あれなんか、うん、初めてハロコンで聞いた時に、うん、あれって本当にあのあれ大久保香織先生のアレンジで、うん、はいはい、ちゃんとメガネ素敵って入ってるんですけど、うん、私は幻聴かなって思いながら、うん、私なんかやばい曲聴きすぎて耳おかしくなってきたって思ったらちゃんと入ってたんで、あれのね、かつて星部さんがあのメガネの女の子でしたもんね。あの、そう、男の子バージョンで歌っていたっていうね。いや、星部さんでも歌うまいんですよ。あの、うん、恋はあっちゃあっちゃっていう、うん、あの和田彩香卒業のタイミングでなぜっていう、はいはい、あのぐらいコモトレックがね、あの PV 撮ったやつですよね。そうです、あの狂った曲があって、テーマはカレーみたいなやつでしょ。そうです、テーマはカレーみたいな、あのまさにそれでした、うん、なんかそれのあのなんかさ、あの仮歌を星部さんが歌ってて、うん、すっげえ歌うまいですよ、うん、本当にコミケに出展したことあります？あ、でもコミケに出展はないんですけど、うんうん、コミケ行ってました。お、薄い本を買ってた側の人。はいはい遊戯王以外の、はい、で、あの本当にこういう仕事する前、うん、ピクシブに、うん、あの絵を上げてました。おうバリバリ描いてました私ずっとそれはまだ残ってるんですか？多
消しました。恥ずかしいから、恥ずかしいから本当に、本当に恥ずかしいからそれ。もともと絵の人だったんですか？絵描いてました。本当そうですね。うん、で絵と小説、なんかピクシブって2つあるじゃないですか。うん、両方やってて、うん、でもなんか推し、その時その用語がなかったんですけど、うん、今だったらもうなんか顔がいい、推し可愛いってずっと言ってるような感じの人だったんですけど、うん、アニメキャラなりなんなりに対して、そうです、うん、でも最近はちょっとあの遊戯王に絞って、うん、あの他あんまり気を散らさないって、まあ、仕事でアニメとかやるようになったし、うん、あのちょっと散らさないでおこうって、ずっと遊戯王だけにしとこうって思って。僕はコミケは行ってないですけど、 BL 同人誌は何冊か買ってましたよ。なんか嫌がる方いらっしゃるじゃないですか。後の大物の方が書いてるようなやつとか。あ、そう、結構いらっしゃいますよね。そうなんです。なんかそっから引き抜きっていうか、こう探される人多いです。吉永文先生が自作のよりえぐいやつ書いたりしてるじゃないですか。はい、ああいうのをあの片っ端から買って、めちゃくちゃ面白いんですけど、性描写はえげつないですけど、面白いなと思って読んでる時にふと気づくんですよ。俺なんで新宿2丁目でこんな読んでるの。確かに。おいって確かに。でも結構さ、なんか結構こう今売れてる旬、なんかこう女性の漫画家さんって大体そこから来てる人多いですよね。うん、で、うん、そうなんですよね。であとよく言うのが、うん、海の鹿先生もそうだったし、そう、なんかエロを描ける人って体、うん、なんか複雑な体位とか描くわけじゃないですか。だからデッサンがちゃんとしてるし、そう、デッサンがちゃんとしてるから、うん、みんな絵が本当に上手いんですよ。上手いですね。そういう性描写を描ける人って。うん、なんかなんだろう、官僚表現とかもうまいし。うまいです、すごく。うん、星部さん、拓井さん、山山田さんの誰がの曲が歌詞を書きやすいですか？で、前山田さん、そもそも私、うん、あれですよ、あの、うん、作詞したことないです。そうか、交流はあるけれども。前山田さんが自分で書くから。うん、で、私、星部さんと拓井さん、両方本当に書きやすいって私が言う立場じゃないですけど、うん、好きなメロディーというか。うん、西口さん、橋本さん、お宅から叩かれことが多いですね。そうなんだ。そうなんだ。どっちも大好きですよ。大好きです、うん、本当にめちゃめちゃいい人です、うん、本当に。ね、なんだろう、この人たちが率先して何かをやらかすことってまずないと思いますけどね。ちょっと表現を選びながら言いますけど、何かが動き出した時に、はい、あの頑張ってる方というか、そう方々、うん、だから絶対になんかひどいこととかこう、うん、とかで絶対しない方々です、ね。どうしても矢本に立っちゃうからね、そういう風に思われるかもしれない。そうなんですよね、うん、いいから推しカップリングを公表しなさい。面白い、うん、なんかいいですね、うん、視聴者の皆さん。ツイッターで書いてた今日解禁のネタって何ですか？あ、そろそろ大丈夫なのかな。大丈夫ですか？なんかちゃんとした会見は22時なんだけど、うん、番組内で行ってはいいって言われてたんで、うん、私は、うん、まだね13分前ですけどいいんじゃないですか。じゃあ13分前ですけど先に行っときましょう。行っときましょう。はい、うん、ちゃんとメモしてきたんです、うん、間違いがないように。間違いがないように、うん、あ、私、うん、アンジュルムを卒業して、うん、急に朗読私が卒業したわけじゃないですか。アンジュルムを卒業して、うん、現在ソロ活動中の和田彩香ちゃんと、うん、あやちょと私作詞家の児玉あめ子が、うん、ショールームの番組をやることになりました。超面白そうじゃないですか。本当ですか？うん、でその名も、うん、和田彩香と児玉あめ子の懺悔室。何を懺悔するんですか？あ、これは皆さんのジャンガが求める懺悔を、うん、あのこのあやちょ様が、うん、うーん、いいんじゃないですかって言って、まあ私とか私ちゃちゃ入れつつ、うん、なんかこうあのおしゃべりしようっていうやつなんです、うん、なるほど、はい。まあ、主役はあやちょなんで、うん、私はあのフリートークでほったらかされたらあやちょも知らないカードゲームの話をし始めるから、うん、私はずっとなんかさ、皆さんないですかって回すだけですけどね。で、まあ、この詳細はこの後22時から解禁らしいので、うん、ほんよーって持っててください、うん、いや、ちょっと絶対ショールームはいいですよ。向いてますよね。ここにも来てほしいんですけどね。いや、来てほしいですよ。めっちゃ面白いもん、うん、あやちょ喋ってると。僕本当に若い頃のあやちょしか知らないんで。いや、なんか大人になってから、あのこういうモードになってからのあやちょとちゃんと絡んだことがないんですげえちゃんと話してみたい。なんかすごい、うん、なんかあやちょってなんかすごく、うん、物も知ってるけど素直だし、うん、なんか変にこう
話合わない、うん、ダンみたいなことは絶対しない人だから、うん、本当好き私は。ライブの後の握手会で隣の人がこっそりミンティア食べてたいいじゃないですか。いや、そういう大事ですよ、ね、食べ過ぎたらね、お腹痛くなるから。ブレスケア、握手会の前にブレスケアするんです。こういうのが重要なんですよね接触ないことのハロータきつかった。やっぱそうなんだ接触重要なんだね。大事ですね。やっぱ48からオタクがね、身だしなみに気をつけるようになったって言うじゃないですか。あ、そうなんですか。やっぱり握手会が多いから。あ、やっぱ見られてる。そう、48の現場に行ったオタクが最初衝撃を受けたのが、握手の前に必ずみんなトイレに入って髪の毛整えていい匂いさせてみたいな。へえ。でも、まあ、それは私なんか握手会の、うん、いい作用の一個だと思います。うん、仏像オタクと遊戯オタク最強真逆なオタクですよなんかすげえ並びちょっと三浦淳さんとの対談も良かったもんな。ね、ウケる、うん、こういったでおなじみのピクシブ、ね、そうですよピクシブこういったみんなそんな話してる恋え、見たいピクシブ見たい。ダメダメ。あ、これあの遊戯王ネタ、うん、ダメって遊戯のおじいちゃんすごろくの名言わかんねえじいさんじいさん、このそのブルーアイズ1枚とこのカード全部交換してくれダメって全面書き出しさせられるのってハロプロだけですか。いや、そんなことないです、うん、どこでも全然あります。大丈夫です大丈夫ですね、うん、大丈夫か分かんないけど、まあ、前原さんもねハローの宣伝最初受けたって言ってましたもんねそうそう、前原さんも、うん、ギリのスケジュールで組んだようにやり直しみたいなそうアレンジ全く変えちゃってってそう全然あります。でも、うん、それのフレキシブルさは結構アップロントあるかもしれないですね、うんうん、何100万円100万円、海馬くんは100万円出してなかったと思いますよ。か、うん、あのクズ、意外とクズカードの、アタッシュケースに全部あの入ってるカードですよね。ものすごい盛り上がってる。あれちょっと番組。一人で盛り上がってる。盛り上がってまいりました。あれちょっと番組超面白そう。ね、楽しみ。超楽しみ。うん、愛知の県で懺悔が違うと思いますよ。津田さん懺悔しよう。これ面白い。津田さん最高なんですよ、今。その話か。絶対面白いな。津田さんめちゃくちゃ面白くて。はいはい。付き合いは長いんですけど、はい、津田さんには可愛げが足りないとずっと言ってたんですよ。あ、やっぱね、はいはい、人はへこむと可愛げが出てくるんですよすごいよくて、はい、この前爆笑したのが、あんなにツイッターが世界を変えるとかずっと言ってきた人が、はい、最近気づいたことがあるんですよ、はい、ツイッターよりも直接会って話そうがいいですねつって当たり前だ当たり前のことに気づいたって一周回って直接会って話すとね、誤解がなくなるんですよ当たり前だ140文字で誤解がみたいな。当たり前だ。みんな気づいてました。みんな最初それを危惧するんだ。いや、私お会いしたことないですけど。津田さんがっていう。めっちゃウケる。腹抱えて笑った。ウケる。よし、ゴーさんゲストに呼んだものは喜んで出ますよ、そんな。いや、出てくださいよ。最後、水かぶるのか。さあ。山田先生、あやちゃんにこの番組のオファーを受けるようにお力を。ね、事務所的には今ね、呼びやすい状態にはなってますけどね。はい、もう来てください。山田さん案件になってますからね。はい、うん、来てください。アメコ先生って女子校出身ですか。ずっと驚愕です、私でも女子校感ありますよね、確かに。え、言われ、私よく女子校か男兄弟いるって言われるんですよ、うんうん、全部違う全然驚愕、うん、タワー立てたら怒られそうだな、あるあるなんでなんで、あやちょに、うん、なんでタワー立ててるんですかって、うん、かわいい怒ってるあやちょもかわいい、もっとちゃんとした使い方をそうだよ、一番あったら本当何回ガチャ引けんだよそっち仏像と絵画の話。仏像、あ、でも私も仏像と絵、なんか仏像詳しくないですけど、うん、絵画割と、うん、あのあやちょほどちゃんと言ってないけど、うん、好きなんで。おう、あの公式スタジオでやりますか。あ、公式で、公式スタジオでやると言われました、うん、はい、家みたいなね、こういう感じじゃないです、あのね茶色いやつですよねそう、茶色いツタとか絡まってそうな、ツタとか絡まってそう、はいはい、うん、一回行きましたけど
そうそうそうなんです。一回そこに行って僕は思ったんですよ。やっぱりここだと仕事モードになるから自宅でやりたいって言って。あ、そうなんですね。そうそうそう、部屋だし、うん、本当にずっとショートカットなんですか、うん、あ、伸ばしたことありますよ。でももっさりしちゃったんで無理です、うん、だんだんあれですね、遊戯王ネタが分かんねえけどおもろいのになりましたね。やり続けた結果やっぱあれです、好きなものを好きって言い続けるの大事ですよね、うん、なんだろう、僕がだからその狂ってるハローと見て面白かったと同じで、そういうとこです、ね、何でも知らないものでも人が狂ってる様って面白いんですよ。よくわかんないけど、わよくわかんないけどこれぐらい狂ってると面白いっていう。いや、うん、だって、あ、じゃ狂ってるところあと5分ですけど、全然大丈夫ですよ、うん、私いつもお財布に、うん、1枚大好きなモンスター入れてて、しもべを、はいはい、ね、早く負けてやってる。大丈夫ですよ。そう、うん、ずっとそういう狂い方してます私は。本当に、うん、これブルーアイズホワイトドラゴンなんですけど、英語版で、うん、自慢。これはレアカードなんですか。まあレアというか遊戯王といえば、うん、なんだこれと、もう一個ブラックマジシャンとか、うん、あと女の子のちょっとエッチな、うん、ブラックマジシャンガールっていう巨乳で可愛い女の子がいるんですけど、うん、私はブルーアイズ派だったんです、うん、なんで持ち歩いてる。そうです。いや今アプリでずっとディープアイズホワイトドラゴンを出すためにずっと頑張ってて、そうな、黙ってる。全然意味が分かんないですよね。相当ガチャ引かないといけないやつなんですね。ガチャっていうかレベル上げないといけなくて、うん、それちょっと今頑張ってるんですよね、うん、仕事しなきゃいけないんですけど、うん、津田さん可愛いで盛り上がってる。あと5分、そう、うん、告知はもう一回言うと、うん、あやちょとショールームの番組スタジオ放送のやつやります、うん、22時に今日22時に解禁予定なので、うん、詳しくは、まあ、私もツイッターでちゃんとなんかいろいろやるので、あやちゃんがあやちょがねフリーダムに話すだけで楽しみじゃないですか。絶対面白いじゃないですか。絶対面白いですよ。絶対面白いですよ。ちょっと今ねいろいろデリケートな時期ではあるけれども。そうですね、うん、でも面白いから。絶対面白い。なんかすごいあやちょってこう、うん、であれなんかこう強いイメージ持たれてますけど、うん、今は、うん、本当に可愛げもあって、うん、お茶目だし、うん、こう引き出し多すぎるんです、人としての面白い意味での、うん、本当ああいうキャラになるとは思わなかったですからね、うん、らしいですね。皆さん本当いますよね。本当15、6ぐらいの頃に2回ぐらい接点があったぐらいなんで、はいはいはい、うん、分かります。1万まで延長しましょう。児玉雨子の名前の由来は、最初に小説書いた時に雨が降ってたからです、うん、それだけ。以上以上以上本当にそれだけです。熱量は伝わるんですよね。そうなんですよ。本当にね、全然わかんないことでも面白いんですよ。人が、うん、なんかどうかした人が熱く喋ってるのって。どうかした人。そうそう、どうかした人。あ、どうかしてんなってだけで、ね、そう、鉄オタの話も分かんなくてもね。そうなんですよね。そう、たまりクラブとか面白いのもそういうのですもんね。そうで、あやちょがその美術をよくなんかすごい早口で語るのも、うん、面白いじゃないですか、うん、まあ、勉強になるし普通に彼女の言うことは、うん、本当好き。プルータスの江戸文学の記事面白かったです。ありがとうございます。本当あれも江戸文芸も好きなんですけどね、本当に、うん、そう、うん。ガチャを引くための作詞家業。そんなことないけど。そんなことないって、まあね、この手前この手前そういうしかないんですけど。でも本当ね、ガチャ引かないとな。ねえ、与田さん復活してほしいな。そう、晴れてたら春子でした。うん、ああ、うん、そんな感じだったんだ。はい、それぐらい曇れたら雲子と。今までの無感情な感じで嫌な印象が強かったけど、感情的になって津田さん可愛げてた。そうなんですよ。今更ですが美人だな。なんで今更なんですか。もっと最初から褒めてくださいよ。ノイズが多かったんですよ。ノイズが多かったなんでゲッターズ飯田さんの事務所に。未成年で、うん、請求書のやり取りするの怖いって、うん、シンプルな理由。大人にいろいろ住所書いて出すの怖い。怖い、うん、の税制とか、うん、税金のやつとかも怖い、うん、みたいな、源泉徴収とか怖いって、うん、言ったら
たまたま飯田さんが、うん、あなんか事務所作るタイミングだったらしくて、うん、え、じゃあ作るって言われて、うん、はいって、で教えてもらいました、うん、税金とかのやつをいろいろそれ以来所属。そうですね。飯田さんから占ってもらったりするんですか。あ、私なんか飯田さんと同じ占いのグループ、うん、くくりらしくて、同じ占いのグループなんか細木和子で言うと何星人とか、はいはいはい、で飯田さんのやつは金のなんとか銀のなんとかやって、うんうん、かりんちゃんと私と飯田さん同じなんですって。へー。だからなんか占わなくてもあったら、うん、今年こうだよ今年こうだよって言ってくるんです俺たちはって俺たちこうだよって言って、うん、なんか2年ぐらい 前まで、うん、なんか大作会みたいなやつ、裏木だっけ飯田さんのやつで、うん、で体調悪くしやすいから気をつけてねって言われて、うん、それかりんちゃん見事に体調崩して、そうか、でえー、って思ってて、私もその時仕事はありがたいことになったんですけど、うん、体調崩したり、うん、なんか変な男がすごい急に連絡よこしてきたりとかがあってで嫌だなって、うん、シンプルに嫌だなって思ってたんですよ、うん、ジャストに無事に1枚来ました。ジャストで おめでとうございます。よかった。いろいろ危惧 してましたが全然大丈夫ですよ、はい、私なんかにありがとうございました本当に無事ジャストで行ったということで、あっという間でしたね。大丈夫ですか。もう告知もね、告知もはい、まあ、あとはねリリースのやつは随時あるので、はいはいはい、ツイッター見てください。はい、そんなわけで次回は10月15日火曜日20時からで、うん、ゲストは菊池成吉さん。すげえ来てくれんだっていうね。来てくれんだ、うん、すげえ。もともとご近所ではあったんですけどね。へえ。比較的、まあね、菊池さんも新宿仲間ではあったんで。へえ、新宿仲間。仲間たまに道場でばったり会うっていう。へえ、すごい。うん。へえ、はい。そんなわけで本日はどうもありがとうございました。すごい。